一つ目、千葉女性遺体事件。どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくりマリサだぜ。最近悩み事が尽きないぜ。何か心配なことがあるの？貯金のことや将来について悩んでいるんだ。それは大変ね。誰かに話してみたらいいんじゃないかしら？だが身近な人に相談しづらいこともあるだろう。顔も知らない他人に聞いてもらった方が楽ってこともあるんだぜ。だけど素性のわからない人に相談するのはリスクがあるわ。特にネットだとね。そうか？素性を知らないのはお互い様だし、会わなければ問題ないだろう。先に向こうが素性を明かしてきたらどうかしら？こちらも安心して明かしてしまうかもしれないな。それに素性がわかっている上で親身に相談に乗ってくれたなら、会ってお礼の一つでも伝えたくなるぜ。そうね。だけどネットだけでは相手の本性はわからないわ。親切だと思っていた人が実は殺人鬼だったりするのよ。そんな危険なことがあるのか？実際2021年にそんな事件が起きているの。どんな事件なのか知りたいぜ。それじゃあ、今回は千葉女性遺体事件について解説していくわ。それでは、ゆっくりしていってね。事件が起きたのは2021年5月なのかよ。被害者の A さん当時19歳が住む、千葉県袖ヶ浦市の自宅の近くにある竹林で、犯人の夏見翔太当時23歳と A さんが合流して、計画内容の確認をしたわ。計画内容ってなんだ？ A さんは夏見に頼んで計画的に怪我を負う予定だったの。そのため夏見が A さんの右足の太ももを刺して現場を離れた後、A さんが自分で119番通報を入れることになっていたのよ。そして最終確認が終わった夏見は、計画を実行に移して、包丁で A さんの太ももを刺した後、すぐに逃走したの。A さんは怪我をしたいと思ったのか？さらにその計画では刺された A さんが自身で救急車を呼ぶはずだったけど、A さんはそれができずに倒れ込んでしまったわ。どうしてだ？ A さんが負った刺し傷はなんと深さ10センチに及ぶものだったの。深さ10センチだと？怪我では済まないだろう。その通りよ。これは A さんにとっても予想外の出来事で、そのまま失血性ショックで亡くなったわ。二人の動機が不明だし、初対面の夏美にそんなことを頼めるほど、A さんが夏美を信用していたのも不思議なんだぜ。まずは夏美と A さんの出会いから説明するわね。事件の被害者 A さん当時19歳は美容師の見習いとして働いていたの。美容師とは、憧れる仕事だぜ。わかるわ。でも美容師ってとても激務なのよ。A さんは仕事で肉体的にも精神的にも参ってしまって、うつ病になってしまったわ。そうだったのか。大変な仕事なんだな。それが原因で A さんは仕事を休むようになって、約3ヶ月間休職したんだけど、休職中に Twitter で死にたいという投稿をしていたの。深い悩みほど周りには簡単に相談できないよな。そしてこのツイートを夏美が見つけてしまったわ。なんと夏美は自殺志願者を探していたのよ。悩んでいる人の話を聞いて、自殺を思いとどまらせようとしていたわけではないのか？そうよ。夏美は2021年の5月5日に A さんのツイートを発見して、A さんに、殺してあげましょうか？というダイレクトメッセージを送信したわ。怖すぎるだろう。こんなの送られてきたら無視してブロックするぜ。普通の人ならそうでしょうけど、A さんは精神的に病んでいたわ。だから、この夏美の怪しいメッセージに返信してしまったの。周囲の人は A さんの異変に気づかなかったのか？ A さんが行方不明になる2日前の5月5日に会っていた市原市の男子大学生は、遊んでいた時に変わった様子はなかった、と証言しているわ。さらに小中学校の同級生で同じ大学の友人は、いつも笑顔で友達も多かった。まさか同じ学校で仲の良かった子が事件に巻き込まれるなんて、とてもショック、と戸惑う様子を見せて、A さんを知る女子高生も、たまに会うと、ニコッと笑顔を交わしていた。優しい印象で事件を知り驚いた。トラブルは聞いたことがない、と振り返っているの。悩んでいる自分を見せないように明るく振る舞っていたのかもしれないな。そうかもしれないわね。それで A さんと夏美は Twitter のダイレクトメッセージで繋がって、返信した翌日からは LINE でやり取りをするようになったそうよ。A さんは夏美になんとメッセージを送っていたんだ。A さんは、うつで仕事も休んでいて母親が自分の気持ちを理解してくれない。殺してくれますか？と自ら夏美に自分を殺すように依頼したわ。そんなことを考えるほど追い詰められていたのか。だけど夏美とやり取りをするうちに、A さんの気持ちに変化が起きたの。どんな変化が起きたんだ？夏美に、親が産んでくれた体なので、死ぬことは躊躇しています。という内容のメッセージを送信したわ。死にたくないという気持ちが生まれたのは良いことなんだぜ。だけど夏美は、A さんのメッセージに対して、では、重症に留めて心の苦しみを思い知らせるのはどうでしょう、と返したわ。そのメッセージを見た A さんは目に見えない心の病気ではなく、
現実で怪我をすれば母親も自分の痛みを理解してくれるかもしれないと思って、夏美の提案に乗ってしまったわ。事件が発生してから A さんが帰宅しないことを不審に思った家族が、A さんが行方不明になったことを受けて、A さんのスマホの位置情報を確認したわ。位置情報か。今は便利な時代だな。A さんの位置情報を確認すると、自宅から離れていない場所にいることが判明したの。だけどいつまで経っても A さんが帰宅しないから、家族が探しに行くことにしたわ。すぐに見つかったのか？いえ、位置情報は竹林を示していて、A さんを見つけるのは簡単ではなかったわ。そこで、家族だけではなく A さんの友人たちも一緒に A さんを探すことにしたの。そうして5月12日の午後22時50分頃、自宅から450メートルほど離れた竹林の中で、友人たちが A さんの遺体を発見したわ。すぐに警察に通報を入れて、駆けつけた警察はこれを殺人事件と断定すると、捜査を開始して、事件から19日後の6月1日に、夏美が神奈川県警に逮捕されたわ。比較的早い段階で捕まってよかったぜ。ただ、この時の逮捕容疑は殺人ではなかったのよ。夏美の逮捕容疑は神奈川県青少年保護育成条例違反だったわ。殺人ではなく青少年保護育成条例違反だと？夏美は犯行翌日の5月8日に SNS で知り合った18歳未満の少女と、横浜市内にある公園のトイレで性行為に及んでいたことで、神奈川県警は夏美が A さん刺殺事件の犯人だとは知らずに別件で逮捕していたの。殺人だけではなく、未成年にも手を出していたのか。逮捕後は面会に来た父親に対してごめんなさいと反省した様子で、お父さん、ご飯食べてる？と気遣う姿も見せていたようね。A さんのことがバレていないから余裕があるように思えるぜ。だけど A さん殺害についての捜査は、もちろん続いていたわ。千葉県警の捜査本部が、A さんのスマホや現場付近に設置されている、防犯カメラの録画映像などを解析するうちに、捜査線に夏美の存在が浮上してきたわ。そして千葉県警は、6月21日に夏美を殺人容疑で再逮捕したの。さらに、夏美の自宅から血液のついた包丁が押収されているわ。凶器を自宅に保管していたんだな。その後の調べを経て千葉地検は遺体の状況や供述内容を調べた結果、殺意の認定ができないとして、容疑を殺人から傷害致死罪に切り替えたわ。いや、太ももを10センチも刺したなら傷害では済まないぜ。マリサが納得いかないのも無理ないわ。だけどこれによって夏美が殺人罪に問われることはなくなったの。いろいろな犯罪に手を染めた夏美はどんな人物だったんだ？犯人の夏美翔太は、地元で有名なお寺の家系に生まれたわ。実家は400年近い歴史を持つ有名なお寺で敷地も広く、檀家の数もトップクラスの名家だったの。自宅には車が2台あったそうね。庭付きの一軒家に住んでいた上に、父親と祖父も有力な人物で裕福な家庭だったわ。夏美は名家に生まれたんだな。そして夏美の両親は再婚同士で、お互いに連れ子がいたわ。夏美は血の繋がっていない兄弟も含めて、5人兄弟だったの。複雑な家庭環境だったのか。ええ、末っ子だった夏美は、家庭環境に不満を持っていたわ。同級生に対してよく愚痴をこぼしていたし、家出をすることもあったのよ。さらに夏美は自己肯定感が低くて、周囲の人たちに、消えてしまいたい。自分はどうしようもない人間だ、と話すこともあったわ。なんだか夏美自身も、心を病んでいるな。これについて、メンヘラ気質なところがありましたと話している同級生もいるけど、安定している時は明るくて元気に振る舞っていて、人当たりも良く、礼儀正しいやつと話す同級生もいるし、中学時代は放送委員として活動していて、特に目立つわけではないが明るく元気なやつ、といったプラスな証言もあるのよ。両極端な印象だな。他にも、フレンドリーだが人間関係は広く浅いみたいな子、気分屋でフラフラとしていて芯がないと話す同級生もいるわ。家族の評価はどうだったんだ？夏美の祖父母は事件後の取材に、優しい子だった。信じられない。と話していて、特に祖父は、被害に遭われた女性には、何とお詫びしてよいか、と声を詰まらせながら、複雑な心境を語ったわ。なるほどな。事件を起こすような兆候もなかったのか？夏美は小学生の頃から描写がグロテスクな本や漫画を集めていたり、猟奇殺人を扱った大人向けのゲームにハマっていたようね。この思考が少なからず事件に影響を与えたかもしれないわ。そうだったのか。だがそういった漫画やゲームをしている奴が全員事件を起こすわけじゃないぜ。その通りね。そして夏美は当時、父親と二人で暮らしていたわ。そして地元の県立高校を卒業すると、都内の仏教系の私立大学に進学したの。お寺の家系だもんな。ええ、この選択は実家の住職になって仕事を継ぐためのものだったわ。でも、
大学に進学したのはいいものの、大学生活はあまりうまくいかなかったの。そして夏美は、自分の居場所がないと話すようになって、一年も経たずに大学の授業をサボるようになっていったの。周囲の人は、あまり僧侶になりたくない様子だった、と語っているわ。夏美の両親はそれについて何も言わなかったのか？夏美の父親は、お前の居場所は何があってもここだからと励ましていたわ。だけど結局翌年には大学を中退してしまっているわね。夏美は、2019年の春頃から社会人になることを決めたの。勤め先はどこだったんだ？夏美が就職した先はパン屋よ。そこで正社員として働き始めたんだけど、そこでもすぐに挫折してしまったわ。どうして挫折したんだ？ある日帰宅した夏美が机に突っ伏していた姿を見た父親が心配して、声をかけると、職場で怒られたと落ち込んだ声で返答したの。そして耐えきれなくなった夏美は10月には職場を退職したそうよ。それ以降はどうしていたんだ？アルバイトを始めたんだけど、どれも長く続かずに職場を転々としたわ。そして、この頃から夏美の様子がおかしくなったの。2020年には自宅を出たきり音信不通になってしまったわ。でも、夏美は過去にも家出をしたことは何度もあったし、当時の夏美は成人していたからそこまで大ごとにはなっていなかったわ。確かに何度も家出を繰り返していて、なおかつ成人男性だもんな。そこまで心配することはないかもしれないぜ。夏美と連絡が取れたのは失踪から約3ヶ月後のことだったわ。夏美は LINE で、自分自身の存在が苦しい。消えてしまいたいと、父親にメッセージを送っているわね。結局夏美が自宅に帰ってきたのは7月頃だったわ。父親は気分転換のために夏美を山に連れて行き、一緒に登山をしながら、ここからまたやりたいことを少しずつやっていけばいいよ、と声をかけたわ。夏美はこの言葉に対して笑顔を見せて、もう大丈夫だよと返したそうね。ここまでだと、親子のいい話なんだよな。父親は心の拠り所になるかもしれないと、心理学の本を何冊か夏美に渡したわ。夏美を見捨てることもなく、励ますなんて良い父親だな。それが効いたのか、夏美は秋頃から近所のカラオケ店でアルバイトを始めたわ。週4日から5日働き、家族と一緒に夕食をとるようになったの。週4日から5日ってことは、結構がっつり働いていたんだな。家族と食事をとるようになったのも、良い兆候のように思えるぜ。ただ、その際に夏美は、SNS で知り合った人の悩みを聞いていると話していたそうね。そしてその言葉を裏付けるように、翔太くんと話すことで楽になった。という手紙が何度か自宅に届けられていたわ。この時点では人の役に立っているんだな。だけどこうして夏美に感謝の気持ちを持ったのは限られた人だけだったわ。それは夏美が SNS でしていたことは単なる悩み相談ではなかったからよ。他にも何かしていたのか？実は夏美が SNS でメッセージを送る相手は自殺願望のある女性ばかりだったの。自殺をほのめかす投稿をしている女性のアカウントを見つけると、父親が僧侶でカウンセラーをやっているから僕も話を聞いてあげられるよ。というメッセージを送っていたのよ。これを信じて、夏美に相談を持ちかける人もいたわ。深刻な悩みを抱いている女性だけを、ターゲットにしていたんだな。そしてメッセージが返ってくると、夏美は相談に乗ると見せかけて、彼女たちに交際を迫るようになったわ。特に気に入った相手には、常軌を逸したアプローチをしていたの。四六時中、メッセージを送ったりとかしていたのか？夏美はその相手の自宅に押しかけて、2時間近く玄関のインターホンを押し続けたわ。女性は必死で抵抗したから無事だったけど、もしドアを開けたら、取り返しのつかないことになっていたかもしれないわ。そうだな、ゾッとするぜ。それに最初は、相談に乗るような素振りを見せていたのにもかかわらず、突然、下心丸出しのメッセージを送りつけられるようになった人もいたのよ。やっていることが怖すぎるぜ。それにそんなメッセージを送られたら、悩みを抱えている女性はさらに病んでしまうぜ。その通りね。具体的には、自分は性欲が強いといったことや、下半身が立派だといったことを話していたそうよ。気持ち悪いな。他にも、自身の異常な性癖についても告白しているわ。性癖までバラしていたのか。死体を見ると興奮するんだと言って、SNS 上で知り合った女性に、首を絞めるプレイを求めることもあったの。もちろんそんなことを聞いた女性たちは当然、夏美のことを拒絶するわ。でも、そうすると一緒に死のうと迫ってくることもあったの。明らかに異常だな。絶対に関わりたくないぜ。それからも夏美は、自殺願望がある女性を探してメッセージを送り続けたわ。今回の事件は、夏美の異常な行動から起きたのよ。夏美は裁判で、SNS 上で自殺志願者に接触していた理由について、悩んでいる人の話を聞くことで誰かのためになると考えていた。ネットの世界では普段の私ではなく私が作り上げた架空の人格で、承認欲求を求めて依存していたと持論を並べたわ。
夏美がしてきたことを考えると、とてもじゃないがそう思えないぜ。今回の被害者のように SNS 上で知り合った女性に交際を求めたり、未成年の少女と性行為に及んだりしているところを見ると、かなり苦しい言い訳のように思えるわね。検察側は、被害女性は刺された後に助けを求めることができずに死亡した。承諾したのは入院程度の傷だった。死ぬことは承諾していなかった。被告が積極的に自傷行為を促進させていて無責任で短絡的、情状の余地はない、と指摘して、懲役5年の求刑を求めたわ。たった5年か。傷害致死罪の下限は3年で上限は20年の範囲だから、短く感じるわよね。弁護側は、救助を呼ぶかどうかは被害者本人の意思に委ねられていたとして、執行猶予付きの判決を求めたわ。人を殺害しておいて執行猶予なんてついたら許せないぜ。判決公判は2022年の9月22日に開かれたわ。千葉地裁は、被害者に凶器を準備させたほか、翌日には SNS で知り合った、自殺願望のある女性と会うなど重大性に思いが至っていないと非難して、夏美に懲役4年6ヶ月の実刑判決を言い渡したわ。求刑より短い判決だな。納得はいかないが、逮捕された夏美に対して父親は、帰るところを残してあげたいと息子を案じる発言をしているわ。対して A さんの友人は6日の午後23時頃に、LINE で送ったメッセージは、既読になったけど返事はなかった。いつもは必ず返事があると言って、約1週間後に A さんが遺体で見つかった事実に、信じられない。あまりにも辛いと声を落として話しているわ。被害者の友人や家族は本当に辛い思いをしたよな。A さんの遺族代理人の弁護士は報道各社に対して、ご遺族は深い悲しみの中にあり、現時点で取材に応じられる状況ではない。そっとしておいてほしいというのがご遺族の願い、とコメントしているわ。A さんのご冥福をお祈りします。二つ目、池袋元地下アイドル殺害事件。犯人の宮城龍太は家賃6万円ほどのアパートで母親と二人で暮らしていたわ。17年から22年前には見沼区県営団地に住んでいて、近所の人に覚えられていたわね。宮城に対しては、かなり純粋で気が弱い人、という印象があったようね。アパートに引っ越す前は団地に住んでいたのか。団地に住んでいた頃の宮城に好印象を抱いていた住民もいたわ。とても、そんなことする子じゃない。ただ純粋すぎるほど純粋だったからね。被害者と本当に付き合っていると思い込んでしまっていたのかも。気が小さい子だったから、未だに信じられないと事件を起こしたことに驚いている人もいるの。そして引っ越し先のアパートの住民によると、10年ほど前から、60歳を超えたぐらいのお母さんと住んでいました。息子さんは170センチぐらいで、少し小太り、会ったら挨拶はしますが、口数の少ないおとなしい人という印象ですと述べていたわ。さらに、二人とも働いてるね。すごく早朝だったり夕方から出かけたりしていたから。24時間営業のコンビニや夜から営業する居酒屋あたりじゃないかな。宮城は服装からして、サラリーマンという感じもしなかったからと言っている人もいたのよ。団地時代の評価ばかりだな。あまりアパートの住民とは関わっていなかったのか？いえ、アパートでも宮城に親切な印象を抱いている住民もいるわ。つい最近私がゴミ出しをしていたら、彼が手伝ってくれてね。こんなに親切な人がいるのって驚いたぐらい好印象を抱いたそうね。ゴミ出しを手伝ったり、好青年な一面もあったんだな。学生時代の人からの評判はどうだったんだ？小中学校時代の同級生は、勉強も運動もできなくて、明るい子でもなかった。地味で目立たない子だったから、友達も少なかったと思う。彼は母子家庭で経済的にも恵まれていなかったですが、少なくとも人を傷つけたり、日常的に悪いことをしたりする人間ではなかったと言っていて、事件については、付き合ってもいない二人がラブホテルに行くのだろうか。そこは不思議だなと。彼は最終的には罪の意識に苛まれて、実施したんでしょうね、と話しているわ。だが、事件を起こす凶悪性があったんだよな。周囲の人はその面に気づかなかったのか？それが学生時代についてはあまり情報がないのよ。卒業アルバム写真は公開されているけど、不明な点が多いの。さらに宮城の学歴や経歴もよくわかっていないわ。ただ、女性に慣れていないから地下アイドルの営業に本気になってしまったんでしょうね。どんな営業スタイルだったんだ？まず地下アイドルは普通のアイドルよりも近い距離の存在だと言われているわ。ファンとのやりとりも相手の恋心を利用したりすることもあるの。そうだったのか。だが、普通なら営業だと気づきそうだが。確かに普通は営業だとわかるわね。でも、女性慣れしていない宮城には刺激が強かったようね。次は被害者となってしまった F さんについても紹介するわ。18歳だと？宮城とは19歳も年が離れているじゃないか。記者によると、F さんはライブやイベントを中心に活動する地下アイドルをしていた。
事件の1年前にメイドカフェのイベントで1日店長をしている時に容疑者と知り合った。この1年で容疑者と3回ほど会っていたようですと語っているわ。宮城とはたった3回しか会っていないんだな。しかもメイドカフェは1日店長をしただけで、普段は地下アイドルだったんだよな。その通りよ。宮城は普段からそのメイドカフェに通っていて、たまたま F さんと出会ったわ。所属していたアイドルのグループ名は不明で、F さんは東京と新宿区に住んでいたわ。それ以外に詳しい情報はなくて、SNS や源氏名も特定されていないわね。珍しいな。18歳ならインスタグラムやツイッターくらいはしていそうだぜ。そうね。もしかしたら本名ではなく源氏名で SNS を利用していたのかもしれないわ。一応それらしきアカウントは発見されているんだけど裏付けが取れていないのよ。確証がないから、ここでは紹介するのはやめておくわね。真偽不明なものは出せないな。もしかしたら無関係の人のアカウントかもしれないからね。そして2022年7月10日、ついに事件が起きてしまったわ。犯行に及んだきっかけは、宮城がホテルで F さんのスマホを見てしまったことだったわ。まさか勝手に F さんのスマホを見たのか？ええ、スマホには宮城以外の男との通話履歴やメッセージのやり取りがあったわ。これに宮城は激怒したの。恋人でも黙ってスマホを見ることなんてしないぜ。それに男性と言っても仕事関係の連絡だってあったかもしれないじゃないか。何より、たとえ F さんに恋人がいたとしても宮城には関係ないぜ。その通りよ。だけど宮城は F さんを自分の恋人だと勘違いしていたわ。自分という恋人がいるのに他の男と連絡を取っていることに嫉妬したの。そして宮城は F さんの首を10分も絞めて殺害したわ。宮城はカッとなってやったと言っているけど、後にナイフを持っていたことが発覚しているわ。つまり F さんを脅したり、計画的に殺害したりしようとしていたのか？そうかもしれないわね。F さんの体には首を絞められた痕跡の他に、切り傷もあったわ。たった3回しか会ってないのに勘違いして殺害するなんてひどいな。マリサの言う通りよ。カッとなったにしろ計画的な犯行だったにしろ、許される行為ではないわ。F さんは宮城とも連絡を取っていたんだよな。そうね。だけどスマホのやり取りだけで F さんの気持ちを理解するのは難しいわ。確かにそうだな。私だって苦手な人とメッセージのやり取りをすることがあるしな。その時は、マイナスな気持ちは見せないようにしているぜ。どうして宮城は F さんのことを彼女だと思い込んだんだろうな。宮城は F さんに色々貢いでいたのよ。逮捕後の供述ではゲームや家電などを買ったと述べているわ。なるほど。それで勘違いをしたのか。さっきも言ったが地下アイドルとファンの距離の近さが良くなかったんだな。F さんにとっては普通の距離感でも宮城は好きなアイドルに頼ってもらった。と錯覚したのかもしれないぜ。ええ、恋人になってほしいなど直接的な言葉は言われていないわ。でも宮城は F さんが自分と同じ気持ちだと解釈したのではないかと思われているわね。もしかしたら F さんは宮城とパパ活している感覚だったかもしれないな。それなら一緒にホテルに行くのも納得できるぜ。F さんが何を思って宮城と接していたかはわからないわ。でもホテルに行くのは、貢いでもらった対価だった可能性があると指摘する人もいるわね。宮城は殺害翌日の11日、午前4時過ぎに池袋にある交番に出頭したわ。自ら出頭したのか？ええ、交番の警官たちは宮城が人を殺したというと一気にざわめいたそうね。そして、すぐに現場となったホテルに急行したの。そしてホテルの室内にある浴槽の中で F さんの遺体を発見したわ。この時わかったことなんだけど、宮城は52時間ほどホテルに滞在してたそうね。逃げようとは思わなかったのか？何をしていたか気になるな。長時間滞在していたことに関しては実行するか迷ってたと供述しているわね。とことん身勝手な男だな。迷うくらいなら思いとどまってほしかったぜ。それにしても、ファンとしてはアイドルと距離が縮められるのは嬉しいことだよな。こんなに恐ろしい事件も起きてしまうんだな。ええ、実は最近も同じような事件が起きているのよ。2023年、府中市でも似た事件が起きているわ。ラブホテルのベッドで、首から血を流して倒れる S さんが発見されたの。警視庁は2月3日に、府中市に住む石川明を殺人容疑で逮捕したわ。また随分年が離れているな。親子ほどの年齢差じゃないか。そうね、石川は事件を起こす前から S さんとかなり親しくて、寝ている S さんの首をナイフで3回刺して殺したと供述しているわ。さらに、S さんに1000万円近くつぎ込んだと供述しているわ。1000万円も貢いだのか？どうしてそんなことになったんだ？S さんはアイドル活動をしていたんだけど、詳しい事情を知っているという A さんという男性が事件が起こった詳細について話してくれたわ。A さんは二人と面識があったのか？ええ、A さんは石川と S さんのどちらとも面識があり、二人と仲が良かったわ。二人は非常に親しい間柄でした。今のままでは誤解されたままになってしまうと思うと、いたたまれない気持ちになり、双方のことをよく知る私が話すべきだと思い至りました。
と、A さんは語っているわ。じゃあ S さんと石川がどうやって知り合ったのかも知っているのか？ええ、S さんと石川が出会ったきっかけはマッチングアプリだったわ。石川からお小遣いをもらっていること、関係も持っていたことも聞かされていたわね。S さんは1回会うたび20万円程度もらっていたようね。男女の関係を持って1回で10万。高いのか安いのかよくわからないな。援助交際の一般的な相場に比べたらかなり高いわ。当時 S さんは定職についていなくて、A さんに対して、普段の生活や身の回りに関することも含めて石川に支えられていたと話していたわ。そのため、二人は連日のように一緒にいました。石川には自宅もあったようですが、なぜか二人は新宿の決まったホテルの部屋を常宿にしていて、そこでかなりの時間を一緒に過ごしていましただそうよ。そこまで A さんに赤裸々に話していたんだな。どうしてそんなことまで知っていたんだ？ A さんはそのホテルの近所にいることが多かったのよ。S さんからよくあれを買ってきてほしいなどと呼び出されていたの。A さんは少し面倒に思っていたそうね。でも、近所のよしみで S さんの言うことを聞いていたわ。その過程で石川とも顔見知りになったの。いくら近所のよしみと言ってもそこまでしていたのか。A さんは、新宿のホテルに住む生活を送っていた S さんを心配していたからよ。S さんは石川のことを、自分の生活の面倒を見てくれる優しい年上のおじさん、という感覚で交際していました。しかし石川の方は S さんの将来も含めて、S さんの面倒を見なければいけないという責任感にも似た気持ちを抱いていたようでした。私はだんだんと双方に気持ちのズレがあることを感じていました。歳が30歳も離れていることも気になっていましたから、定期的に S さんの様子を見守ろうと思って、頼まれたものの差し入れをしていました。と、S さんを気にかけていたわ。A さんは優しい人なんだな。だけど A さんの心配をよそに S さんが石川からもらう金額は膨らんでいったわ。S さんはお小遣いを受け取るうちに、だんだんと新宿で派手に散財するようになったの。それに伴って石川からもらうお小遣いの金額が上がっていったのよ。一度200万円以上受け取っていたこともあって、石川の総額1000万円以上になっていたのだと思いますという供述にも真実味があるのよね。一度200万円以上って、いくら親しくても異常だぜ。その通りよ。そして金額が上がっていくうちに、ただお小遣いとして渡す関係ではなくなっていくわ。報道では、石川は逮捕された時に S さんのマイナンバーカードを所持していたそうね。マイナンバーカードって個人情報の塊じゃないか。どうして石川がそんなものを持っていたんだ？ちなみに S さんの所持品には石川のマイナンバーカードがあると見られているわ。A さんはこのことについて S さんから事情を聞いたんだけど、石川が S さんに大金を渡していくうちに石川が借用書を用意したそうなのよ。その際に証明としてお互いのマイナンバーカードを交換したの。ただの恋人関係ならそんな証明は必要ないよな。さらに A さんは2022年の11月頃から、石川の執着っぷりを気にかけて、S さんに、そんなに彼からお金を受け取って大丈夫なの？と聞いたことがあったそうよ。すると、S さんは LINE で送られた石川の源泉徴収票の写しを見せてきたわ。石川の年収は1000万円ほどだったそうね。かなり高年収だったんだな。だが、年収をそのまま貢ぐレベルなのはさすがにやりすぎだぜ。もちろん貯金もあったでしょうけど、短期間に1000万円は渡しすぎよね。実際、石川はかなり追い込まれていたと思われるの。そして二人の交際を見守っていた A さんは事件以降、フラッシュバックに苦しんでいるわ。私が彼らと交流していたのは去年春頃から年末までですが、その間は週に一回は会うか、LINE でのやり取りがあったので、彼らの記憶は鮮明に残っています。だからこそ、事件があってからは毎晩彼らのことを思い出します。S さんが石川に刺されるシーンが脳裏に浮かび石川が二つのナイフを持っていたという報道から、もしかして心中するつもりだったのではないかと想像してしまい、寝つけなくなるのです。だそうね。そんなに近くで二人を見ていたなら、トラウマになってしまっても仕方ないな。犯行に及んだ石川の胸中はわからないわ。でも、背景には二人にしかわからない問題があったのかもしれないわね。どちらの事件もキャパを超えて貢いだせいで起きたんだな。被害者のご冥福をお祈りします。三つ目、三重県川越町不倫殺人事件。まずは、事件の概要を説明するわね。この事件を起こすことになったのは、当時42歳だった加藤純也という男よ。加藤は三重県出身で、高校卒業後大阪阿部の辻調理師専門学校で料理を学んだの。調理師の資格を取得し、事件当時は三重県朝日町の、ホテルで料理人として勤務していたわ。おお、なんだか順調に話が進んでいるじゃないか。加藤は既婚者で、妻と娘息子二人の子供がいたわ。彼は町内で催し物があると積極的に手伝いをして、地域の住民とも交流していたのよ。奥さんと仲良くしている姿も目撃されており、近隣住民からは、子煩悩で家族仲が良く、トラブルとは無縁の男性として見られていたそうよ。ここまで聞くと、料理がうまくて妻と子供にも優しい良いパパって感じだな。
加藤は Facebook に家族写真を数多く投稿しており、良い父親を演出していたわ。そのため事件発覚当時、近隣住民や同僚に加藤の評判を聞くと、明るく気さくで、みんなから好かれる存在、子煩悩で良い人だったのにまさか、と驚いている反応が多数見られたのよ。演出ということは実はそうではなかったのか？そう、彼は家族にとんでもない秘密を隠していたのよ。とんでもない秘密って何なんだ？実は、妻と子供を愛する父親でありながら、他の女性とも関係を持っていたのよ。それって不倫じゃないか。そうよ、加藤は A 子さんという女性と不倫関係にあったわ。A 子さんはこの事件の被害者でもあるのよ。じゃあ加藤は不倫相手を殺したってことなのか？どうしてそんなことをしたんだ？じゃあここからは、A 子さんについて見ていくわね。A 子さんは3人兄弟の末っ子で、事件当時は29歳だったわ。思いやりのある優しい女性だったそうよ。A 子さんは頭も良く国立大学を卒業し、事件当時はホテルのフロントで働いていたわ。ホテルのフロントは海外のお客様ともやり取りしないといけないよな。相当頭の良い人だったんだな。A 子さんは、後輩のお手本になるくらい真面目に仕事に取り組んでいたの。そんな A 子さんと加藤がどこで出会うんだ？二人とも出身学校は違うじゃないか。ヒントは、二人の働いている場所よ。働いている場所？ A 子さんはホテルのフロントで加藤は料理人。まさか、同じホテルだったのか？その通りよ。二人は同じホテルに勤める同僚だったの。お互いの配属先は違うし年も13歳離れてたけど、なぜか仲良くなったようね。職場恋愛って結構聞くよな。毎日職場ですれ違っていたら、仲良くなってしまうものなのかもしれないぜ。そうして事件から約1年半前の2018年7月、二人はついに一線を越えたわ。加藤は妻の目を盗んで A 子さんと会っていたのよ。いくら仲が良いと言ったって、不倫は良くないんだぜ。でも、さらに加藤の不倫はエスカレートするわ。翌年の2019年、A 子さんとは別の女性とも不倫関係を持つようになるのよ。おいおい、40歳過ぎたおじさんがそんなにモテてしまうのか。料理のできる男性は得だな。悠長なこと言ってる場合じゃないわ。既婚者の加藤にとって不倫は違法行為なのよ。しかも二人の女性と同時に付き合っていたなんて、考えられないわ。不倫は良くない行為だけど、本当に違法行為なのか？不倫で逮捕された人なんて聞いたことがないぜ。不倫は刑罰がないけど立派な違法行為よ。なぜなら民法770条でこのように制定されているからなの。第770条夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。1、配偶者に不貞な行為があったとき。2、配偶者から悪意で遺棄されたとき。3、配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。4、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。5、その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。不倫は一つ目の不貞な行為に当たるのか？不倫をした者は離婚のとき、不倫された者に損害賠償を支払わなければいけないわ。加藤が奥さんと離婚する場合で説明するわね。この場合、奥さんは加藤と二人の不倫相手に慰謝料を請求することができるの。懲役刑などの刑事罰はないけれど、不倫は犯罪行為と言ってもいいのよ。倫理的にだけではなく法律の観点からも、不倫は絶対にしてはいけないんだな。じゃあ加藤は、早く二人の不倫関係を終わらせる方がいいんじゃないか？マリサの言う通り、この関係は長くは続かなかったわ。A 子さんが別の女性とも不倫関係にあることに気づいてしまったのよ。奥さんより先に A 子さんが気づいてしまったのか。でもこれで A 子さんも加藤のクズっぷりに目が覚めて別れられるんじゃないか？いいえ、加藤は別の女性の存在がバレても A 子さんと関係を続けていたわ。そうまでして関係を続ける意味ってあるのか？別の女性がいなくなっても、加藤には妻と子供がいるじゃないか。A 子さんはまだ20代だし、もっと良い相手がいるような気がするぜ。A 子さんは加藤との関係を終わらせようと思っていたかもしれないわ。でも、今となっては確かめようがないわね。ずるずると関係を続けていた A 子さんだけど、徐々に精神を病んでいったわ。不倫という関係性も負担だったし、別の女性の存在も不安だったようね。加藤の話によれば、この頃から A 子さんは、加藤を束縛するようになったみたいね。自分がいろんな女性と関係を持つのがいけないんじゃないか。ところで、束縛ってどんな内容なんだ？加藤は A 子さんから日常的に LINE の返事を求められていたわ。1週間の LINE の送受信回数は1961回にも及んだそうよ。1週間で1961回って、1日で約280回じゃないか。働きながら毎日そんなにやり取りするって考えられないぜ。これは証拠としてやり取りの資料が残されているから、確かな数字よ。二人は同じ職場で顔を合わせながら、ずっと LINE のやり取りをしていたんだな。なんだか学生の恋愛みたいだぜ。後の裁判で加藤の弁護人が、
A 子さんから1日に何度も LINE のやり取りを求められていたと主張しているわ。やり取りを続けることで、A 子さんは安心感を得ようとしていたのかもしれないわね。不倫だから友達にも相談しづらいしな、A 子さんは辛かったと思うぜ。それに、A 子さんの束縛は LINE のやり取りの頻度だけじゃなかったそうよ。これも加藤の主張になってしまうけどね。え？ LINE だけじゃなかったのか？加藤が長男の学校行事に出席するとき、A 子さんは一緒に過ごすよう要求したの。息子の学校行事にも自由に参加できないことに、加藤は、彼女がいる限り自由がないと考えるようになったわ。こうして徐々に加藤にとって A 子さんが邪魔になっていったのよ。自分で A 子さんと不倫しておいて、身勝手な考えだな。A 子さんからしたら、たまの休みに一緒に過ごしたくなるのは当然だぜ。それに、邪魔に感じているのなら別れればよかったじゃないか。その通りね。事件の10日前、A 子さんは自分のインスタグラムに意味深な投稿をしていたの。意味深な投稿だって？ちょっと辛いことがあった。結構頑張ってきたつもりだったけどまだまだ足りないらしい。もう少し頑張ってみようという内容だったわ。これって加藤との関係のことか？不倫関係だから明言はできないが、加藤と言い争いでもしたのか？ A 子さんの投稿がどういう意味だったのか、今は誰にもわからないのよ。でも加藤はこの A 子さんの投稿を見て、不倫関係が周囲にバレることを恐れたわ。そして、彼女を殺すことを決意したのよ。だからなんで殺すことになるんだ。別れてあげればいいだけじゃないか。もう加藤は普通の状態じゃなかったのかもしれないわね。その後、加藤は事件現場となる川の下見を行い、事件当日を迎えることになったわ。川で殺すってどうやって？他の人に見られてしまうんじゃないか？事件が起きたのは、2020年2月7日午前0時頃のことよ。加藤はまず A 子さんの車の中で、彼女の首を絞め、気絶させたわ。その後 A 子さんの車を運転し、稲部川にかかる日の出橋までやってきたのよ。そして彼女の足を持ち、6.2 メートルの高さがある橋の上から突き落としたわ。この時の水温はたったの8度だったそうよ。走って手すりもあるから持ち上げるの大変じゃないか？日の出橋はあまり大きな橋ではなく、軽自動車が2台やっとすれ違えるくらいの場所なの。だから手すりも低い橋だったのよ。そうか、そこで加藤は首を絞めただけではなく、川に突き落としたのか。誰もいない深夜に行っているし、完全に殺すつもりだったんだな。加藤は A 子さんを橋から突き落とした後、彼女の携帯を使ったわ。A 子さんの母親に対して、遺書めいた長文の LINE を送信したのよ。LINE には家族の悩みなど様々なことが書かれていたそうよ。それって自殺を偽装したってことか。人を殺すだけじゃなく罪から逃れようとするなんて卑劣な野郎だぜ。A 子さんはすぐに見つかったのか？ A 子さんの遺体は翌日に発見されたわね。場所は現場から約 3km 離れた下流で、発見者は発電所の作業員だったわ。作業員はすぐに、警察と海上保安庁に通報したのよ。こんなことは言いたくないが、時間がかからなくてよかったな。その後はどうなったんだ？遺体発見の日の午後には父親が行方不明届を出していて、警察の捜査が始まったわ。その後の調べで、A 子さんが7日午前0時に、コンビニに立ち寄ったことが確認されたのよ。さらに警察は遺体が見つかった場所から 3km ほど上流の堤防付近で、A 子さんの車を発見したわ。車内に残っていた免許証などから、警察は被害者が A 子さんだと特定したのよ。さすがに警察も行動が早いな。遺体の状況から何かわからなかったのか？遺体は服を着ていて目立った外傷はなかったけど、後に骨折していることが発覚したの。死因は溺死だったわ。この時、いとこが加藤に連絡したんだけど、彼は電話越しに大声で泣いていたそうよ。まあもちろん演技だったんだけどね。自分が殺しておいて、保身のためなら大声で泣くのか。なんだか加藤が怖くなってきたぜ。その後、A 子さんの交際相手として加藤が、浮上し、警察で任意の事情聴取を受けたわ。警察は加藤が事件に関与したと睨んで捜査を開始しようとしたのよ。でも、3日後の2月10日に加藤自ら四日市北署に実施に来たわ。何があったんだ？耐えられなくなったのかもしれないわね。加藤は警察の取り調べに対し、突き落としたのは間違いありませんと容疑を認めたわ。裁判所で公判が行われた時も、間違っていないですと起訴内容を認めているの。検察側は不倫相手だった A 子さんの存在が疎ましくなり、計画的に命を奪ったと主張したわ。弁護側は A 子さんに束縛され、追い詰められた末に、衝動的に起こしたと主張したのよ。計画的な犯行かどうかが焦点なんだな。後半では A 子さんの母親も出廷し、娘がしていた行為については知らなかった。でももう娘に確認することはできません。世間の人は、とんでもない娘と思う人もいると思います。裁判員の皆さん、どうか29年生きてきた娘を理解してやってください。
あの偽装ラインを読まされた家族の気持ちを考えてください。娘に会って話がしたいです。生きている娘を返してください。と、悲痛な思いを述べているわ。この訴えを聞いた裁判員の中には涙を流す人もいたそうよ。私も涙が出てきたぜ。お母さんの思いは胸にくるな。でも加藤はこの母親の訴えを聞いても平然としていたそうよ。そして加藤は身内に相談すればよかったと思います。彼女の笑顔を思い出すたびに申し訳ないと。と述べ、号泣したの。どうせその号泣も嘘なんだろう。ええ、被害者側の弁護士によって彼の涙が嘘であることが判明したの。嘘がバレてからの加藤は表情を変えず淡々と話していたらしいわ。やはり嘘泣きだったんだな。加藤の心はもう普通の人間とはかけ離れているんだろう。検察は懲役17年を求刑したわ。加藤が A 子さんの母親に遺書めいたラインを偽造するなど、計画性が高かったからね。それに、自首はしたけど警察は加藤を容疑者と見ていたわ。それでも懲役17年か。結果はどうなったんだ？判決公判は2020年12月17日だったわ。裁判長は、取り調べを受け、疑われていると自覚したことを機に出頭し、自首は成立しない。計画性の高い事案であり、不貞行為を周囲に知られることを恐れるあまり、自己保身を優先させ強い意志に基づく執拗な犯行として、懲役16年を言い渡したわ。加藤は控訴しなかったため、刑はそのまま確定したの。ほぼ検察の求刑通りだな。嘘泣きをしていたのが、反省していないと取られたんだろう。加藤の悪質性は裁判官にはバレていたんだろうな。四つ目、不死身と呼ばれた又吉正規。又吉正規の話の前に、終戦後の沖縄の話を先にしないといけないわね。終戦後の沖縄といえば、日本本土とはまた違った復興を遂げたんだよな。その通りよ。まず、喜舎場長信という人の話を先にするわ。その人は誰なんだ？喜舎場長信は沖縄人として戦争に参加し、生き延びた男なのよ。沖縄戦の生き残りということは、地獄を見てきたんだろうな。私にも想像がつかないけど、そうでしょうね。戦後の沖縄は、アメリカ軍がそのまま駐屯し、日本から切り離される形になったわ。それは聞いたことがあるぜ。だが、実際の人々の生活はどうだったんだ？各地で物資不足が起き、沖縄の多くの人は飢えに苦しんでいたのよ。それは知らなかったぜ。それと喜舎場は何か関係があったのか？当時、やんちゃな若者たちがアメリカ軍の基地に忍び込んでいたのよ。言うまでもないけど、目的は食料品や軍用品などを盗むことね。アメリカ軍の基地に盗みに入るなんて、今じゃ考えられないぜ。もちろん、見つかれば銃殺されかねない危険な盗みだったのよ。その時に盗み出した物資は戦火と呼ばれ、彼らは戦火アギアーと呼ばれたわ。命を張るほど、物資が不足していたんだな。戦火アギアーは、当時の人たちの生命線な感じがするぜ。戦火アギアーは、主に10代の若者だったわ。その戦火アギアーをまとめていたのが、喜舎場だったのよ。なるほど、そうだったのか。喜舎場は戦火アギアーたちより少し年上だったから、敬意を持たれていたわ。親方という意味合いの言葉で、ダーリーと呼ばれていたのよ。やんちゃな若者のまとめ役って感じだったんだな。まさにそんな感じよ。喜舎場は沖縄ヤクザの始祖とも言える人物だったのよ。コザ派と呼ばれるグレン隊の創立者のような存在でもあるわ。それまで、沖縄にヤクザはいなかったのか？日本本土とは少し文化が違うわね。本土にあったような神農系とかバクト系といった、任侠の世界はなかったわ。沖縄のヤクザの始まりは戦後の時期だったのよ。同じ日本でも文化が違えば、ヤクザの発生原理も違ってくるんだな。日本の本土でも、戦後の闇市の警備などでヤクザの勢力が、拡大しているわ。同じ原理で、沖縄でもヤクザ文化が成長していくのよ。どういうことなんだ？1950年の朝鮮戦争よ。これにより、沖縄の米軍基地は重要な意味を持つようになったわ。基地の建設が増えると同時に、付近に歓楽街ができていくのよ。ちなみに、付近に歓楽街を作ってほしいというのは米軍からの要請ね。アメリカ兵相手の水商売ってことだな。しかし、そうなると色々と大変なことが起きそうだぜ。米兵も荒くれ者ばかりだったし、イメージ通りのトラブルが起きたわ。料金を払わなかったり、暴力事件が起きたり、店を壊されたり、散々な目に遭う店が多発したのよ。米兵相手に主張するのは怖いし、泣き寝入りする店も多そうだな。そこで、店は地元のグレン隊に用心棒をやってもらうことにしたのよ。そこで白羽の矢が立ったのが戦火アギアーたちだったわ。中心人物は、もちろん喜舎場で、沖縄最大の歓楽街の名前はコザよ。じゃあ、コザ派ってのはそこから来てるんだな。その通りで、喜舎場はコザのまとめ役になったわ。そして、面倒を見ていた、戦火アギアーがコザ派と呼ばれるヤクザになっていくのよ。そうやって、沖縄でもヤクザ組織のようなものができていったんだな。
一方で、沖縄最大の都市だった那覇では1948年に経済活動が再開されたわ。ようやく、那覇に市場が開かれることになったのよ。復興に向けての第一歩になりそうだな。でも、この下闇市とほとんど変わらなかったわ。売っているものは、センカーギアーから買い取った盗難品も多かったのよ。そんな市場だからもちろん治安も悪く、喧嘩や盗みが絶えない場所だったわ。その辺の状況は日本本土と変わらないんだな。じゃあ、自警団が必要になるんじゃないか？自然と市場も自警団を雇うことになったわね。那覇の市場の自警団になったのは、あるグレン隊だったわ。そのグレン隊のトップが、またよし正規だったのよ。ようやく名前が出てきたな。またよしはどんな奴だったんだ？またよしは沖縄空手を小さい頃から道場に通って学んでいて、腕っぷしが強かったわ。空手に裏打ちされた実力者だったんだな。喧嘩では米兵相手にも負けたことはなかったと言われているわ。またよしはスターと呼ばれ、みんなから慕われていたそうね。小座が生まれてから2年後、那覇にも歓楽街が形成されたわ。またよしを中心とする自警団は、そのまま那覇の歓楽街も取り仕切ったのよ。ここら辺の流れは小座派と大きく変わらないんだな。経緯は似ているわね。こうして、またよしを中心とする、那覇派という沖縄ヤクザが誕生していったのよ。小座派と那覇派は、結成当初は友好関係にあったのよ。縄張りが明確に違うから、争う必要もなかったのね。またよしも記者場のことを慕っていて、記者場もまたよしを可愛がっていたわ。意外と友好的だったんだな。10年くらいは揉め事もなく、定期的に交流会や情報交換会を、開いていたのよ。でも、小座派の勢力拡大によってバランスが崩れてきたの。小座派は小座付近だけじゃなく、沖縄の中心部にも拡大していったわ。だんだん不穏な空気になってきたな。那覇派は勢力を拡大していなかったのか？那覇派も勢力自体は拡大していたわ。でも、構成員の人数で小座派には勝てなかったの。いつかは衝突しそうだな。その通りなのよ。急拡大した小座派が那覇にまで勢力を拡大し、衝突が避けられなくなったわ。ちなみに、当時の小座派の中心にいたのが、ミンタミーと呼ばれる新庄義文よ。この人はどういう人なんだ？記者場がリーダーじゃないのか？小座派は記者場をトップとする組織だったのは変わらないわ。でも、その下には小座派10人新家と呼ばれる部下がいたのよ。その新家の筆頭で、記者場から最も可愛がられていたのが新庄だったわ。可愛がられているのはまたよしと一緒だな。沖縄ヤクザの世界は記者場が中心だったわ。その中で、またよしと新庄は二人とも記者場から可愛がられていたのよ。じゃあ、小座派が那覇に進出する件も穏便に済むんじゃないか？ところが、全くそうはならなかったわ。沖縄を震撼させる。血で血を洗う小座派と那覇派の抗争が始まってしまうのよ。事件が起こったのは、1961年の9月9日よ。那覇派トップの又吉が、西原飛行場跡地でリンチされてしまったのよ。犯人はもちろん、小座派の人間だったわ。いきなりトップへの実力行使かよ。このリンチによって小座派は又吉を殺害できたものと思い、撤収したわ。でも、又吉はなんとか一命を取り留めたのよ。相手は数人がかりで殺す気でやったのに生きていたのか。これが、一回目に又吉が一命を取り留めた事件になるわ。一回目って、こんなのが何回もあるのか？だから又吉は不死身と恐れられることになったのよ。そういうことか。しかし、こんなことになったら、那覇派も黙ってないんじゃないか？派のトップが殺されかけたのだから、那覇派は報復をすることになるわ。暴力の連鎖が止まらなくなるんだな。こうして第一次沖縄抗争が始まってしまったの。小座派は一回目の襲撃の失敗を反省していたわ。そこで、別の手段で又吉を暗殺しようとしたのよ。懲りずによくやるぜ。今度は銃で又吉を暗殺しようとしたのよ。本土から銃の扱いに長けた人物を呼び寄せるほど徹底していたわ。どんどんエスカレートしていくんだな。それで、どうなったんだ？1962年11月13日に小座派の刺客が、又吉を銃撃したわ。ちなみに現場は自宅前だったわ。それで、どうだったんだ？銃撃は成功し、弾丸は又吉の体を貫通したのよ。しかし、又吉はこの銃撃でも奇跡的に一命を取り留めたわ。一度ならず、二度までも死の淵から生還したのか。二度も生還した又吉は、不死身と恐れられるようになったのよ。敵からはもちろん、味方からもね。確かに、二回も生還したら信仰の対象になるくらいだよな。約一年で二回も暗殺されかけたことで箔がついたのよ。又吉は、沖縄で、絶大なカリスマを誇るヤクザとして知られるようになったわ。でも、この襲撃事件が沖縄のヤクザ界に与えた影響はそれだけではなかったわ。他にも何かあったのか？
この暗殺事件で、沖縄では初めて銃が抗争に使われたのよ。これをきっかけに、抗争で銃が使われる事例が爆発的に増えていったわ。銃撃戦が始まってしまうんだな。そうなんだけど、これには沖縄という土地柄も大きく関係しているわ。そうなのか？沖縄ヤクザの誕生の裏には米軍基地が関係してるのよ。米軍から横流しされる銃や武器の量が、本土とは比べ物にならないほど多いのよ。なるほど、それは過激になりそうだぜ。だが、警察も黙ってはいないんじゃないか？もちろん、警察もただ見ていたわけではなかったわ。この抗争による逮捕者は両派合わせて100人を超えていたのよ。とんでもない数だな。だが、そんなことで抗争が止まるのか？効果はあったわよ。組員がどんどん逮捕と起訴されて、人員的にも金銭的にも疲弊したわ。なるほど、裁判もお金がかかるからな。こうして、両派の抗争の勢いは鈍化していったわ。第一次沖縄抗争は終わりを迎えることになったのよ。第一次ということは、第二次もあるのか？第一次沖縄抗争は序章に過ぎなかったのよ。第一次沖縄抗争では那覇派とコザ派の、両組織が痛み分けということで終わったわ。でも、平和的な解決には程遠かったの。遺恨も残るし、何より内部の争いが表面化してしまったのよ。誰かが治めるってことをしなかったのか？沖縄のヤクザ組織は本土と違って、親分子分兄弟の関係がないのよ。険悪になった時に、治めてくれる人はいなかったわ。俺の顔に免じて、っていうあれが沖縄ではなかったんだな。それだと、収拾がつかないぜ。結果として、組織が分裂してしまうのよ。那覇派の田場森高という幹部が、約70人を引き連れて、普天間派という組織を立ち上げるわ。また吉野カリスマも金銭問題には勝てなかったんだな。さらに、小座派もキャン成功という幹部が約150人を引き連れて、脱退したわ。そちらは、合わせ派という組織になったわね。記者場なら止められる気がするんだが、何もしなかったのか？記者場は引退したのよ。残った小座派は新庄義文をトップとして、ヤンバル派と改名することになったわ。こうして、沖縄のヤクザ界はこの4組織が入り乱れることになったのよ。ますます荒れる気配しかしなくなったな。ええ、お互いに小座氏を拠点にしているヤンバル派と合わせ派が争い出したわ。日常的に小競り合いをするようになってしまったのよ。元は同じ組織で縄張りも一緒だし、揉めるのは当然だぜ。この状況は変わらなかったのか？1964年11月に事態は急転したわ。合わせ派がヤンバル派の顧問で、小座派のトップだった記者場を襲撃したのよ。これに激怒したヤンバル派は、合わせ派に対して報復を決定し、全面抗争が始まるわ。ここから、第二次沖縄抗争が始まってしまうのよ。第一次抗争の終焉から第二次抗争が始まるまでは、約半年しかなかったわ。半年って、ペースが早すぎるぜ。その抗争はどうなっていったんだ？最初はヤンバル派が優位に進めていたわ。そんな中、合わせ派が、那覇派の人間をヤンバル派と間違えて視察してしまうの。おいおい、飛び火してるじゃないか。旧コザ派同士の内輪も目立ったこの抗争は、これによって拡大したのよ。合わせ派のトップのキャンは、この仲裁をなんと、本来の敵であるヤンバル派に頼むの。もう思考が追いつかないぜ。どんどんカオス状態になってしまってるじゃないか。当然、ヤンバル派はこの申し出を拒否するわ。まあ、どう考えてもまともな話じゃないもんな。ヤンバル派に断られた合わせ派は普天間派に仲介を依頼するわ。でも巻き込まれたくない普天間派はこの申し出を拒否するのよ。合わせ派は絶対絶命だな。もう誰にも手がつけられないんじゃないか？実は、この状況をなんとか収めようとした人物がいたのよ。誰なんだぜ？ダーリーこと、記者場なのよ。自分が襲撃されたのにか？四派閥全部に顔が利くのは記者場しかいなかったのよ。記者場は各組織のトップと話し、この抗争を収める提案をしたわ。また吉たちもそれを了承したのよ。よかった、これで抗争は終わるんだな。ところが、合わせ派は混乱していたわ。再度、記者場を襲撃してしまうのよ。もう、わけがわからないんだぜ。合わせ派は他の3派すべてを敵に回し、結果的に壊滅することになったわ。2年に及ぶ第二次沖縄抗争は逮捕者482名、押収武器630挺にも上ったのよ。泥沼に思えた抗争もようやく終わったか。第二次沖縄抗争は終わったけど、今度はヤンバル派と普天間派が揉めてしまったわ。もう驚かないが、今度は何で揉めたんだ？第二次沖縄抗争で、普天間派は本来関係のない立場だったわ。でも、記者場の仲裁を合わせ派に保護にされて、参戦せざるを得なくなったのよ。その報酬として、ヤンバル派に合わせ派の縄張りの一部を、普天間派がもらうという約束をさせるの。実利がないと動きたくはないよな。しかし、抗争が終了しても、その約束は果たされなかったのよ。結果、普天間派が激怒したということね。
そりゃあ、普天間派が起こるのも無理ないぜ。具体的には何が起きたんだ？今回の抗争の手打ちの一環で、三派による遊戯場の共同経営が始まったのよ。揉めそうな匂いしかしないぜ。でも、縄張りの件で起こっていた普天間派が対抗するのよ。この遊戯場の向かいに自分の遊戯場もオープンしてしまったわ。その他にも、合わせ派の縄張りだったところを力ずくで奪っていったの。1967年3月3日にヤンバル派が普天間派の幹部宅を襲撃したところから、第三次沖縄抗争が始まってしまうのよ。これは、第二次沖縄抗争が終わってわずか数ヶ月後のことになるわ。ああ、やっぱりこうなるんだな。普天間派は那覇派とヤンバル派を相手に抗争を続けたのよ。最終的には、普天間派のトップの多賀が自宅にて銃殺されてしまったわ。組長が銃殺ってことは、ますます残党の報復が激しくなるじゃないか。また吉が殺されかけて第一次沖縄抗争が激しくなった過去もあるしな。でも、多賀の妻がこの抗争の終結を普天間派の残党に強く進言したのよ。その意を組んで、普天間派は解散して第三次沖縄抗争は終結したわ。奥さんも無念だっただろうが、立派な判断をしたと思うぜ。これにより、沖縄のヤクザ界は最初の頃と同じように二つの派に戻ったわ。結局元の形に戻ったんだな。この第三次沖縄抗争が終わったタイミングで、沖縄の日本復帰が決まったわ。それはめでたいことなんだぜ。そうでもなかったのよ。どうしてなんだ？沖縄は銃の入手が非常に簡単だったということは話したわよね。米軍からの横流し品があったんだよな。本土のヤクザ組織はこぞって沖縄に来て、銃を仕入れようとしたのよ。沖縄が日本に復帰するとなれば、簡単に沖縄に行き来できるもんな。このことに非常に強く危機感を持ったのが、又吉だったのよ。そこで、又吉は驚きの提案をするわ。どんな提案なんだ？ヤンバル派と那覇派が手を組むことよ。ヤンバル派のトップの心情って又吉を二度も暗殺しようとした男だろ？それよりも又吉は、本土のヤクザに付け入られることに危機感を持っていたのよ。今までの恨みは水に流して、心情に自分と手を組むように呼びかけたわ。殺されかけたことを水に流すなんて、私には絶対にできないぜ。普通はそうよね。だからこそ、この行為は、沖縄のヤクザから称賛されることになったのよ。又吉は、この旧敵との合流によってさらに名を上げたわ。沖縄ヤクザ史上、最大のカリスマとも言える存在になったのよ。そりゃ、そうなるだろうな。人間の器がでかすぎるんだぜ。一方で心情も、この話に乗ったのよ。1969年12月に那覇派とヤンバル派は合流し、新たに沖縄連合琉球会を結成したわ。沖縄ヤクザ史に残る、歴史的な和解だな。これで本土のヤクザへの対応もバッチリだぜ。ところが、そうも言ってられなくなったのよ。まだ何かあるのか？ヤンバル派だった上原組が脱退してしまったことで、第四次沖縄抗争が始まってしまうの。せっかくの又吉と心情の思いが台無しじゃないか。というのも、脱退した上原にも言い分があるのよ。どんな言い分なんだ？第二次沖縄抗争を終わらせるきっかけの一つになった出来事なんだけど、合わせ派のトップの弟であるケン・モリイチを刺したという事件があったわ。これにより、上原秀吉が刑務所に行くことになったのよ。この出来事で上原秀吉はヤンバル派の中で英雄視されることになったわ。心情も上原の家族の面倒を見ることを約束したのよ。ヤクザの世界ではありがちなことだな。でも、心情はこの約束を守らなかったのよ。おいおい、心情は約束を破ってばかりじゃないか。兄である上原雄吉は心情と対立することになり、結果脱退したのよ。そりゃ脱退して当然だが、タイミングは最悪じゃないか？そうなのよ。沖縄人同士で争いたくはないという又吉の失望は特に大きかったわ。でも、嘆いていても動き出した抗争は止まらないわ。上原一家は宜野湾市のクラブで、心情を射殺してしまうのよ。上原にしてみれば目的の一つは果たせたわけだよな。でも、当然ここで抗争が終わることはなかったわ。むしろ、ますます泥沼に、はまっていくことになるのよ。又吉にも上原一家の手は伸びるのよ。1974年12月12日に又吉の自宅に手榴弾が投げ込まれたわ。これにより自宅は大破したのよ。三度目の暗殺ということになるのか。しかし、又吉は自宅を留守にしていたことで助かったわ。三度死の危機から生還したんだな。まさに不死身の男だぜ。この一件も、又吉の不死身伝説に箔をつけたわね。でも、とうとう1975年10月16日に又吉は上原一家によって射殺されてしまうのよ。6発撃たれた銃弾のうち、5発が命中していて、即死だったそうよ。不死身の又吉も4度目の復活は叶わず、42歳という若さで亡くなってしまったわ。最後はあっけないもんなんだな。又吉の死によっても第4次沖縄抗争は終わらなかったわ。
終結を迎えたのは、1981年のことだったのよ。随分長く続いたんだな。また吉野器具通りに本土から山口組がやってきて、事態をより複雑にしたからね。また吉が亡くなったことで、沖縄のヤクザ界も大きく変革していくことになったのよ。5つ目、妊婦サラ・ブレイディ襲撃事件。複雑な事件でもあるから、順を追って解説していくわね。さっきも言った通り、事件が起きたのは2005年だったわ。その日、サラ・ブレイディという女性がある家から飛び出し、往来の車に助けを求めたわ。助けを求めただって？もしかして、陣痛が始まってしまったのか？そうではないわ。ブレイディさんは全身傷だらけで、血まみれの状態だったのよ。誰かに襲われたのか？妊婦さんにそんなことをするなんて、どんな下道だったんだ？そこには説明が必要だから、とりあえず後に回すわね。現場には警察が駆けつけたんだけど、ブレイディさんがいた家で、倒れている女性が発見されたわ。その女性は、出血多量で死亡したのよ。ブレイディさんは車に助けを求めたんだよな。そんな彼女が飛び出してきた家には、別の女性が倒れていて、その人が死んだのか？起きてしまったことだけを話すと、そうなるわね。ブレイディさんとその女性が犯人に襲われて、ブレイディさんだけが逃げられたのか？先に言っておくけど、登場人物はブレイディさんとその女性だけなのよ。他に犯人がいたわけではないわ。ますます意味がわからないぜ。じゃあ、次は事件が起きるまでの出来事を解説していくわね。話を聞けば、この意味不明な状況も理解できるはずだわ。ああ、頭が混乱しそうだからよろしく頼むぜ。きっかけとなったのは、さっきも話したベビーレジストリだったわ。ベビーレジストリについて、詳しく教えてほしいぜ。ベビーレジストリは、Amazon が行っているサービスね。今の日本では、楽楽ベビーという名前で展開されているわ。サービス内容は、妊娠中だったり子育て中の人たちに特化しているわね。妊婦さんが欲しいものを登録して、お祝いしたい人がプレゼントするシステムもあるのよ。なるほど、欲しいものリストの出産祝い版のようなものだな。気軽にできて良さそうじゃないか。あげる側は、買うものを考えなくて済むから便利ね。妊婦さん側からしても、いらないものやたくさん必要ないものが溜まることもないわ。物のやり取りの不便な部分をシステムが代行してくれるのよ。なるほど、それは便利なシステムだぜ。日本の楽楽ベビーも、その便利さで話題になったわね。お試しセットが売り切れになるなんて話題も出ていたわ。解説では技術の悪用ばかり聞かされるから、こういう話に癒されてしまうぜ。技術っていうのは、こういうことのために使われるべきだよな。あげるものを考える時間を楽しみたい人には、少し野暮かもしれないけど、便利よね。でも、さっきも言ったようにベビーレジストリが事件のきっかけになってしまったわ。悪用されてしまったのよ。まあ、そうなるよな。今は違うけど、当時は登録者のプライバシー保護が甘かったのよ。これがきっかけで、今回の事件の妊婦二人が出会ってしまうわ。一人がブレイディさんだよな。サラ・ブレイディは、1979年生まれの女性だったわ。17歳で知り合った夫との間の子供を妊娠していて、もうすぐ出産の予定だったのよ。幸せな時期じゃないか。で、もう一人は誰なんだ？サラ・ブローディと名乗る女性だったわ。ブローディさんはブレイディさんと近い年齢の女性で、近所に住んでいたのよ。似た名前だな。しかも同じ妊婦で近所に住んでいるなんて、不思議な偶然もあるもんだ。偶然ならよかったんだけどね。おいおい、含みのある言い方じゃないか。出産を控えた2005年のある日、ブレイディさんの家に連絡が入ったわ。ブローディさんからの連絡で、ベビーレジストリの荷物が、自分の家にご配達されてきたという内容だったのよ。なるほど、名前が似ているから間違えられてしまったのか？そういうことね。ブレイディさんは、ブローディさんの家に荷物を受け取りに行ったわ。でも、その荷物には伝票がなかったのよ。伝票がないと、誰が送ってくれたものなのかわからないじゃないか。ブローディさんは伝票をなくしてしまったと話したわ。なんか怪しくないか？でもブローディさんも妊婦という共通点があり、二人は打ち解けたのよ。なるほど、お互いに出産を控えているなら、仲良くなれそうだ。ここまで聞くと、ご配達が生み出した縁って感じだが、それで終わりではないんだよな。もちろんよ。後日、ブレイディさんの家に、またしても連絡が入るわ。まさかとは思うが、またブローディさんからなのか？その通りよ。また荷物がご配達されたという内容だったわ。なるほど、二度も続くと、さすがに配達員に怒りが湧いてくるな。ブレイディさんは、また荷物を取りに行ったのか？その日もブレイディさんは荷物を、受け取りにブローディさんの家に向かったわ。そして、そこで事件が起きてしまうのよ。どういうことなんだ？ブローディさんの家を訪ね、ブレイディさんはまた荷物を受け取ったわ。でも、ブローディさんは肝心の伝票をまた紛失していたのよ。
配達員のみならず、ブローディさんも2回目の紛失か。さすがのブレイディさんも怒るんじゃないか？内心はわからないけど、怒りはしなかったみたいね。ブローディさんはブレイディさんに対して、一緒に伝票を探してほしいと頼み、二人で自宅を探すことになったのよ。送り主がわからない荷物が重なってしまっては、ブレイディさんも気分が良くないしな。で、伝票は見つかったのか？伝票の前に、ブレイディさんは不審なものを見つけてしまうのよ。不審なものだって？ブレイディさんが見つけたのは、喘息患者が使う吸入器だったわ。ああ、あの独特な音がするやつだよな。ブローディさんは喘息患者だったのか？その吸入器にはケイティ・スミスという名前が書かれていたのよ。ケイティ・スミス？急に新しい名前が出てきたが、どういうことなんだ？そのことに、ブレイディさんは違和感を持つわ。それに、他にも妙な点があったのよ。ブローディさんの家には、出産前なのにタバコの吸い殻があったわ。それに、洋服ダンスには女物の服ばかりで、夫の生活している感じがなかったのよ。妊娠しているのに男の影がないのは妙だな。ブローディさんは未婚の母になる予定だったのか？海外では、婚外子も多いと聞いたことがあるぜ。婚外子は多いけど、ブレイディさんは不審に思ったのよ。ブレイディさんはこれらのことから、ブローディさんに警戒心を持つわ。これまでの話で、旦那さんの話も聞いていたなら、不審に思っても不思議じゃないな。それを察したのか、ブローディさんは嘘か本当か、発作を訴えたわ。ブレイディさんを引き止めようとしたのね。そんなことをしたら、ますますブレイディさんに警戒されないか？その通りで、ブレイディさんは彼女への接近を警戒していたわ。痺れを切らしたのか、ブローディさんは豹変するわ。豹変だって。ブローディさんはナイフを取り出して、あなたをどこにも行かせないと言い放ち、ブレイディさんに襲いかかったのよ。おいおい、どういうことなんだ？ブレイディさんは、何か恨まれるようなことをしていたのか？いいえ、恨みを持たれるようなことはしていないわ。わけがわからないぜ。しかし、黙って殺されるわけにもいかないし、ブレイディさんは抵抗したんだよな。もちろんしたわ。ブレイディさんは体を切りつけられながらも抵抗し、なんとかナイフを奪うことに成功するのよ。でも、争う中で、ブレイディさんはそのナイフを、ブローディさんの肩に刺してしまうわ。ナイフを持って襲って来られたんだから、必死で抵抗するのも無理ないぜ。冷静な判断なんてできないし、ブレイディさんを責めることはできないぜ。これによりブローディさんは倒れ、ブレイディさんは家から逃げ出したわ。そして、血まみれの状態で、道を走っていた車に助けを求めたのよ。なるほど、それで最初の状況につながるわけだな。となると、ブローディさんは死亡してしまったわけか。死因は出血多量だったわ。ブローディさんの赤ちゃんは無事だったのか？それなんだけど、ブローディさんは妊婦じゃなかったのよ。なんだって？さらに言うと、ブローディという名前も偽名なのよ。本当の名前は、吸引器に書かれていたケイティ・スミスだったの。スミスは、ブレイディさんを騙して殺そうとしていたのよ。名前も妊娠の事実も偽って、ブレイディさんを殺そうとしたのか？どうしてそんなことをしようと思ったのか、わけがわからないぜ。ブローディ、いや、スミスのことを教えてくれよ。どうしてスミスは名前を偽って、しかも妊婦だと嘘をついていたんだ？ブレイディさんを狙った意味もわからないぜ。一言で言ってしまうと、スミスは、ブレイディさんの赤ちゃんを奪おうとしていたのよ。奪うだって？ブレイディさんのお腹を切開して、赤ちゃんを取り出そうとしたの。そして、自分の子供にしようとしていたのよ。奪うって、本当に奪い取るつもりだったんだな。どうしてそんなことをしたのか、ますます謎が深まるぜ。スミスは赤ちゃんに執着していたのよ。きっかけになったのは、過去のボーイフレンドとの別れ話だったわ。ボーイフレンドがいたのか。だが、それと赤ちゃんがどう関係してくるんだ？そのボーイフレンドは、スミスに別れ話を切り出したのよ。その時に、スミスは引き止めようとして、妊娠していると嘘をついたのよ。妊娠したとなれば、別れ話もなくなると思ったのか。怖かすがいというが、必ずしもそうではないし、そもそも嘘は良くないぜ。そうね。結局、嘘がバレてボーイフレンドとは破局してしまうわ。そこから、赤ちゃんに固執するようになったのか？スミスは、妊娠さえすれば、ボーイフレンドが帰ってくると思うようになったのよ。別に妊娠してるかどうかなんて関係ないと思うぜ。今一つ、スミスの思考回路がわからないな。話によれば、スミスは精神的に不安定だったそうなのよ。何か、精神疾患でも患っていたのか？スミスは幼少期から性的虐待を受けていたという話もあるのよ。実際、彼女の父親は、2001年に、第1級強姦罪で20年の刑に処されているわね。スミス自身も被害を受けたなら、精神的に不安定でもおかしくないな。だが、ブレイディさんを襲った以上、同情の余地はないぜ。それで、妊婦だって嘘をつくようになったのか？徹底した嘘をつくようになっていったのよ。
他人の双子の超音波写真を持っていたわ。以前にも妊娠していて、双子を死産してしまったという話もしていたのよ。だが、妊婦さんじゃないならお腹が膨らむことはないぜ。そこはどうやってごまかしていたんだ？お腹の膨らみは、詰め物でごまかしていたわ。なるほど、シンプルな方法だが、物によってはそれっぽく見えるかもな。だが、よくそれでブレイディさんを騙せたもんだな。長いこと嘘をついていたから、ブレイディさんにも自然な嘘をつけたのかもしれないわね。確かに、当たり前のような顔で嘘をつかれたら信じてしまいそうだぜ。だが、家の状態までは騙せなかったんだな。しかし、赤ちゃんを奪うなんて発想がどこから来たのかが気になるぜ。実際に赤ちゃんを奪うという発想になったのは、あるニュースがきっかけだったわ。ミズーリ州で起きた事件で、ある妊婦のお腹が切られるという事件だったのよ。そして、子宮から胎児が切り離されるという事件だったわ。聞いただけでゾッとしてしまうぜ。スミスはその事件を知って、自分も模倣しようと思ったんだな。ええ、それでスミスが目をつけたのが、当時のベビーレジストリだったわ。さっきも言ったけど、当時は利用者の個人情報管理が甘かったのよ。今は違うみたいだけどね。そりゃ、まさか赤ちゃんを奪おうとしている人がいるとは想像できないぜ。そうなんだけど、実際にスミスはこのシステムを悪用してしまったわ。登録者から、ターゲットとする妊婦を探していたのよ。ちなみに、ブレイディさんの他に、スミスは3人の女性に目をつけていたようね。恐ろしい話だぜ。それで似た偽名を使って誤配達を装って、ブレイディさんに接近したわけか。お粗末な方法のようにも思えるが、怖い話だぜ。実際に、ブレイディさんも家に上がってしまっているわ。下手をしたら、そのまま悪夢のような事件に発展した可能性があったのよ。ブレイディさんが無事でよかったぜ。だが、抵抗の結果とはいえ、ブレイディさんはスミスを殺したことになるよな。大丈夫だったのか？ブレイディさんのしたことは正当防衛だったわ。でも、警察からは嫌疑を向けられてしまうのよ。悪くないとはいえ、人を刺してしまったわけだからな。だが、ブレイディさんが罪に問われるのは絶対におかしいぜ。どうして嫌疑を向けられたんだ？それは、スミスの親族たちの訴えが原因だったわ。親族だって？何を言ったんだ？ブレイディさんは、5000ドルでスミスに赤ん坊を、譲渡する約束をしていた、と言い出したのよ。スミスがブレイディさんを襲ったのは、その約束を保護にされたからだと主張したわ。おいおい、今までの話を聞くに、そんな事実は欠けらほどもないじゃないか。そうなんだけど、これによってブレイディさんは警察に嫌疑を向けられたのよ。捜査の過程で、嘘発見器をつけられての聴取も行われたわ。わけのわからない女性に襲われて傷だらけになって、さらに警察にまで疑われるのか。ブレイディさんがかわいそうすぎるぜ。妊婦さんにこんなストレスを与えるなんて、腹が立ってしょうがないな。結果的に、ブレイディさんはどうなったんだ？ブレイディさんは事件の翌年の2006年4月に、無罪が認められたわ。正当防衛がしっかり認められたのよ。それはよかったぜ。騙されて襲われて殺されかけて、さらに逮捕までされたら踏んだり蹴ったりもいいところだからな。ブレイディさんは、事件後の2005年2月16日には無事に出産もしているわ。生まれてきたのは、元気な女の子だったそうよ。おお、それは何よりだぜ。事件の怪我や、嫌疑をかけられたストレスが出産に響く可能性を心配したが、安心だ。だが、無実の決め手になったのは何だったんだ？大きな要素となったのは、スミスの家にあったものね。捜査の結果、スミスの部屋にはベビー用品の他に、出産用の手術器具などがあったのよ。それは決定的じゃないか。その事実があったのに、ブレイディさんは嫌疑をかけられたのか？そういうことになるわね。結果的に無罪になったからいいものの、これで下手に逮捕されたら悲惨でしかなかったわ。まったくだぜ。6つ目、板橋管理人夫婦殺害事件。まずは事件の概要を説明するわね。この事件は、2005年6月20日、東京都板橋区にある建設会社の社員寮で起こったの。事件を起こしたのは当時15歳の少年 X だったわ。彼はゲームやパソコンが好きで、特に猟奇的なジャンルに関心が強かったそうね。そんな X の父親は、新興宗教の熱心な信者で、精力的に宗教活動に参加していたそうよ。新興宗教か、最近物騒な事件もあったし嫌な予感がするぜ。父親の浸水ぶりは相当なもので、いつしか全てのことを宗教を絡めて、考えるようになるの。例えば X が学校で良い成績を収めた時は、全てが自分が信心深いおかげだと息子の努力を認めようとせず、逆に悪い成績を取ってきた時は、お前は信仰心が足りないからバカなんだと怒鳴りつけていたわ。父親は息子より信仰心を大事にしてしまっていたんだな。子供からしたらたまったものじゃないぜ。やがてそれがエスカレートしていき、父親の行動はもはや虐待と化していったのよ。
一体、どんなことをしたんだ？いくつか紹介するわね。まず、X と犬を一つの段ボール箱に入れて、犬に襲わせ、それを見ながら笑っていたわ。さらに X の部屋に、軟禁錠をかけて中に入れなくさせたこともあったのよ。遠回しな嫌がらせなのか、部屋に、完全自殺マニュアルという本を置いたりもしていたわね。完全自殺マニュアルってどんな本なんだ？1993年に出版された書籍で、様々な自殺の方法が書かれているのよ。そんな自殺を促すような本、よく出版できたな。もともとこの本はいざとなれば自殺してしまってもいいと思えば、苦しい日常も気楽に生きていけることを提唱するために作られた本なのよ。そんな本をまだ幼い息子に与えるなんて狂った父親だぜ。ええ、当然 X はこの本を見てショックを受けたでしょうね。でも父親の異常な行動はこれだけでは終わらなかったわ。これ以上にひどいことなんてあるのか？1997年頃から父親は自分の仕事を X に押し付けるようになったわ。父親は社員用の管理人をしていたのだけど、そこの掃除や食事の用意を X にさせていたのよ。この時 X はまだ小学5年生だったわ。まだ子供じゃないか。仕事を押し付けた父親は何をしていたんだ？父親は小学生の X に仕事をさせ、自分は趣味のバイクやパソコンに没頭していたわ。それにもかかわらず X が勉強に手をつけないと、押し入れに閉じ込めたり、ゲームを取り上げたりしたのよ。さらに X が大切にしていたもらい物のおもちゃを破壊してしまったわ。壊れたおもちゃを見た X は父親に大きな怒りを持つようになるのよ。こんなの誰でも怒ると思うぜ。X の怒りは収まることがなく、2004年9月頃には父親に対する殺意を抱くようになるわ。父親はそのことを知ってか知らずか、相変わらず X に対する罵倒を続けていたわ。息子にひどいことをする父親を見て、母親は何もしなかったのか？父親の態度は息子だけではなく母親にも及んでいたわ。母親は常に仕事で忙しく、夫が散々な性格なこともあってか、いつしか死にたい、と口にするようになるの。この言葉は生活の中で何度もつぶやかれていたそうよ。母親なら息子を守るために立ち上がってほしいぜ。だが、そう思う気力もなくなるほど追い詰められていたのかもしれないな。2004年12月ついにある事件が起きたの。中学3年生になった X が、無断で空き家に侵入し、警察沙汰に発展してしまったのよ。人が住んでいない家に入ってもそんなに大事になるのか？もちろん空き家でも不法侵入に該当するわ。問題なのは事件そのものよりも、その後両親の X に対する扱いがひどくなったことなのよ。土日や長期休みには X を強制的に働かせ、仕事量は年々増えていったわ。普段は冷たく当たるくせに、仕事の時だけ都合のいい扱いをしたんだな。自分だったら家出してしまいそうだぜ。そうね、X も日に日に両親への恨みを募らせていったわ。2005年3月に、X は中学を卒業し4月から工業高校に入学したの。高校入学後は寮での仕事をこなしつつ、家と学校を行き来する生活を送るようになったわ。高校の授業も大変なのに、家の仕事もしなきゃいけないのか。家を出て一人暮らしすればまた人生が変わったかもしれないな。そんな日々が続いたある日、突如事件が起きてしまったの。同じ年の6月19日、機嫌の悪かった父親がお前は工業高校だから俺より頭が悪いと言って、X の頭を押さえつけながら罵声を浴びせていたわ。これに反発した X は、父親に対して不満を上げ反論したのよ。X は長年の恨みからついに我慢ができなくなり、殺意が爆発してしまったそうよ。X は父親を殺害することを決め、眠っている父親の元に向かったわ。そして6月20日の早朝、X は鉄アレイと包丁を持って父親の寝室を訪れたのよ。寝室のドアを開け熟睡している父親に近づくと、持っていた鉄アレイで撲殺したわ。ついに手を出してしまったんだな。X はそれからどうしたんだ？殺害には成功したけど、X はその後のことを考えていなかったわ。そんなタイミングで、異変を感じて部屋に来た母親と鉢合わせてしまったのよ。X は殺害現場を見られてパニックになったわ。でも、母親の口癖だった。死にたいという言葉を思い出してしまうのよ。まさかとは思うが、それで母親も殺害したのか？そう、X は母親に対し死にたいなら殺してしまおうと考えたそうよ。X は持っていた包丁を使って母親に襲いかかり、滅多刺しにして殺してしまったわ。父親だけではなく、母親も滅多刺しだなんて、X は母親も恨んでいたのか？それはわからないのよ。X は母親を殺した動機について、いつも死にたいと言っていたからと答えているから、母親に対しては父親ほど恨みを持っていないと考えられるわ。もしかしたら父親にひどいことをされていた母親を、解放してあげたいという気持ちがあったのかもしれないわね。このようなかわいそうだから殺す動機は相対的殺人と呼ばれるわ。
そうだとしたら、とても歪んだ愛情だな。子供による親殺しは、片親だけがターゲットでも、同時にもう片方や他の家族も殺害してしまうケースが多いのよ。それはどうしてなんだ？助けてくれなかった恨みか？恨みのあるターゲットと仲良くしていただけで、殺害対象に入ることもあるみたいね。また犯罪心理学では、母親に対しては特に、加害が激しくなる傾向があると言われているわ。これは単に殺害欲求だけではなく、葛藤の表れだそうね。母親の精神的な呪縛から逃れたい衝動から来ているということね。それなら X が母親を滅多刺しにしたのも、その心理のせいかもしれないな。本当は恨んでいたかもしれないし、真実は X にしかわからないわね。それで、犯行後の X は何をしたんだ？両親を殺害した X は、現場となった寝室に都市ガスを充満させたの。なぜ都市ガスを充満させるんだ？一酸化炭素中毒に見せかけるにしたって、二人とも出血しているから無理だぜ。X の考えはもっと恐ろしいものよ。室内にガスを充満させ、スプレー缶を乗せた電気コンロにタイマーを繋いで簡易的な時限爆弾を作ったのよ。爆発させて燃やせば殺人の証拠を消せると思ったのか。自分の実家にそこまでするなんて、相当恨みは強かったんだな。その通りね、爆弾のタイマーを設置した X は服を着替えて、現場から離れていったわ。その後時間通りに発火した装置が室内の都市ガスに引火し、大きな爆発が起こるの。そんな爆発が起きたら、周りに住んでいる人も危ないんじゃないか？周辺住民もすぐに通報し、駆けつけた消防と警察によって現場は無事鎮火したわ。そして警察が現場検証を行ったところ、家の中から両親の遺体が見つかったのよ。早めに火が消し止められてよかったぜ。遺体が残っていたなら、殺害の痕跡も残っていたんじゃないか？警察は遺体に残った傷を見てすぐに殺人と断定し、捜査本部を設置することになったわ。捜査の中で、被害者の夫婦と、同居していたはずの長男 X が行方不明になっていることが判明したの。現場から X の血痕がついた衣類が発見され、外部から侵入した形跡がないことも確認されたわ。これらの状況証拠によって、X が事件に関与しているとみて行方を追ったわ。部屋を爆発させてもそれだけの証拠が見つかるなんて、警察の捜査力は本当にすごいんだぜ。だが、X はどこに逃げたんだ？X は軽井沢のホテルに宿泊していたの。一泊した彼はホテルをチェックアウトすると、次の目的地である草津温泉に向かったわ。自分の親を殺したのに温泉地に行こうとするなんて、随分のんきだな。どうやら X は過去に草津温泉の旅館に関する情報をテレビで見ていたらしく、それ以来いつか泊まってみたいと思っていたそうよ。草津の旅館にたどり着いた X は偽名で一泊13,000円の部屋をチェックインしたわ。でも、住所は事件現場となった社員寮のある板橋区と記入していたの。おいおい、そんなことをしたら報道を見た従業員が怪しむんじゃないか？その頃には事件も大々的に報道されていたから、X の住所を見た旅館の従業員は地元の駐在所に連絡を入れたわ。これを受けた警察は翌朝捜査員を旅館に派遣したわ。そして6月22日午前7時30分頃、捜査員が旅館に宿泊していた X を確保したの。警察は X を殺人罪と激発物破裂罪の容疑で逮捕したわ。この時 X の所持金は3万円程度だったそうよ。爆発は激発物破裂罪という罪になるんだな。知らなかったぜ。家族を虐待する父親なら家族旅行に行くこともなかっただろうし、X は旅行に行ってみたかったのかもしれないな。東京家庭裁判所の少年審判において、刑事処分が妥当と判断され、X は東京地検に逆送致されたわ。少年犯罪としてはあまりにも重罪ということなんだな。こうして X は未成年でありながら東京地裁で公開法廷で裁判にかけられることになったの。この裁判は被告人が少年であるという理由から、初公判で弁護人が22人もついていたわね。少年というだけでそんなに弁護人がつくんだな。普通の裁判との違いは弁護人の数だけじゃないわ。通常の裁判であれば、被告人は開廷までの間、弁護人の席の前にある長椅子に座るの。この事件は少年という理由から、証言台の前に少年が座ってから傍聴人が入るようにされたわ。さらに少年が見えないように3人の職員が横並びに立って、ガードしていたそうよ。X は椅子に座ったまま微動だにしなかったと言われているわ。報道陣からも完全にガードされていたんだな。動かない X は緊張していたのか、放心状態だったのか気になるぜ。後半の中で X はお父さんお母さんには本当のごめんなさいを言いたい。人の道を外れてしまったけど、頑張っていきたいと述べているわ。発言を聞くと、普通の少年そのものだな。ただあれだけの恨みを持っていた人物が、両親にごめんなさいなんて言うのか疑ってしまうぜ。本当に反省していたら殺した後に温泉に入ろうとは思わないだろう。
2005年12月1日に判決公判が開かれ、東京地裁は、犯行は計画的であり冷酷かつ残忍であって、甚だ悪質というほかなく、本人の内省も未だ深まっているとは言えず、最大限考慮しても、刑事処分をもって望むのが相当と説明し、裁判長は無期懲役を選択したわ。少年犯罪で無期懲役なんて聞いたことないが、可能なのか？いいところに気がついたわね。この事件で X は犯行時18歳未満だったため、少年法51条が適用されることになるの。少年法51条ってどんな内容なんだ？少年法51条は罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、無期刑をもって処断すべきときであっても有期の懲役、または禁錮化することができるという法律よ。またこの場合においてその刑は、10年以上15年以下において言い渡すと定められているの。じゃあ X も無期懲役じゃなくて、最大懲役15年になるということか。ええ、東京地裁は結果的にこの法律に基づいて、X に懲役14年を言い渡したわ。判決を不服とした弁護側は東京高等裁判所に控訴しているの。控訴審では弁護側が、父親に教育者として問題があったことや、X の反省ぶりを挙げて少年院での再教育を求めたわ。父親に問題があったことは同意するが、X に反省があったのかどうかは事件当時の行動からはわからないな。とはいえまだ10代の少年だし、裁判所はどう判断するんだろうな。控訴審の判決公判は事件が起きてから2年半後の、2007年12月17日に行われたわ。そこで東京高裁は弁護側の主張を聞き入れ、一審判決を破棄して懲役12年の実刑判決を下したのよ。この判決を受けた弁護側、検察側双方から上告する意思はなかったわ。無期懲役から懲役12年って随分短くなったんだな。7つ目、本庄市5歳男児遺棄事件。まずは、この事件の概要を説明していくわ。お願いするぜ。2022年1月12日を境に、柿本歩夢くん当時5歳が通っていた保育園へ登園しなくなるのよ。1月20日に歩夢くんの母親、柿本千佳当時30歳が、埼玉県本庄市の市役所に退園届を提出したわ。引っ越しでもするのか？千佳は市役所の担当に、歩夢くんは大阪の実家にいると伝えていたのよ。じゃあ、歩夢くんは大阪にいるんだな。それは置いておくとして、不信感を持った本庄市の担当者は、千佳の住む家に出向いたわ。直接、歩夢くんの所在を尋ねたのよ。この時から千佳は怪しがられているんだな。2月8日、本庄市の担当者は千佳の実家のある大阪府泉市の市役所に問い合わせをしたわ。本当に歩夢くんの転園届が出ているか、紹介してもらったのよ。ここで、歩夢くんの転園届が出されてはいなかったことが発覚するのよ。え？じゃあ、歩夢くんはどこで何をしているんだ？さらに泉市の職員が千佳の実家に訪問し、歩夢くんがいるかどうかも確認したわ。それで、どうだったんだ？歩夢くんは無事なのか？千佳の母親は、歩夢くんとは会ったこともない。そもそも千佳とも8年会っていないと話したわ。これは事件の匂いがしてきたぜ。本庄市は、3月2日に埼玉県警に母子家庭の子供の安否が取れないという通報をするわ。とうとう警察が動くことになるのか。ええ、3月5日に警察が家宅捜索することになったのよ。すると、床下の土の中から歩夢くんが発見されたわ。残念なことに、歩夢くんはすでに遺体となっていたのよ。へえ、歩夢くんは無事じゃなかったんだな。埼玉県警は母親である千佳と、同居していた丹羽洋樹当時34歳。そして石井陽子当時54歳を死体遺棄の疑いで逮捕するわ。え？同居人？名字がそれぞれ違うが、家族ではないのか？この同居人と千佳との関係がまたややこしいの。それに、3人が同居していたこの家は、近所から、奇妙な家として認識されていたのよ。近所でも有名な怪しい家だったんだな。そして3月26日、3人は傷害致死の容疑で再逮捕されたわ。ついには起訴されることになったのよ。続く5月11日には、監禁と暴行の容疑でも再逮捕されているわね。5歳の子供相手にそこまで。鬼畜の所業じゃないか。なんで母親の千佳は守ってあげなかったんだ？弱みでも握られていたのか？というか、そもそもこの3人の関係性って何なんだ？いろいろと疑問が浮かぶわよね。この事件はシングルマザーや、その彼氏が子供を虐待するような、単純な内容ではないのよ。そもそも、丹羽洋樹は千佳の彼氏ではなく、石井陽子と内縁関係にあったのよ。本当にややこしい家庭なんだな。丹羽と石井じゃ、年齢が親子ほども離れているぜ。事件はそれだけじゃないわ。この家を再調査していた時に、床下からもう一体の白骨死体が発見されたのよ。他にも犠牲者がいたのか？そういうことになるわね。歩夢くんの遺体発見は始まりに過ぎなかったのよ。そこから、驚きの事実がたくさん発覚していったわ。詳細を聞く前から、嫌な予感がしてきたぜ。
先に言っておくけど、この事件はかなり最近発覚したから、まだ裁判の決着がついていないわ。じゃあ、犯人たちがどうなるかはこれからなんだな。覚えておくぜ。だから、裁判で確定した情報は抜きにして、報道や警察発表を中心に解説するわね。確定した情報じゃないかもしれないってことだな。まずはマリサに質問するわね。この事件を語る上でのキーマンは誰だと思う？そりゃあ、歩夢くんの母親のチカじゃないのか？そう思うわよね。でも、この事件の中心にいるのは、チカではなく石井陽子なのよ。同居人の女性の方がキーマンなのか？チカも悪くはあるんだけど、それ以上に石井陽子がとんでもない人物だったのよ。この事件は実は背後の関係を説明するのがとても難しいのよ。だから、一人ずつなるべくわかりやすく説明するわね。ふむ。じゃあまずはチカの話だな。まずは柿本チカがどうしてこの家に同居したのかを話すわね。柿本チカは前述の通り、大阪市泉市で生まれ育ったわ。学生時代の友人の証言では、チカは彼氏を溺愛し、言いなりになりやすかったそうね。要は、男に依存しがちなタイプなんだな。彼氏に騙されてはお金を貢いでいたこともあるそうなのよ。こういうタイプの女性って、変な男に捕まると大変だよな。そんな中、チカはとある男性と知り合い、結婚をすることになるわ。でも、この結婚はチカの両親に大反対されるのよ。当時、チカはいくつだったんだ？ 23 歳だったわ。若すぎるってこともないが、両親には反対する何かがあったんだろうな。相手がだらしなかったのかもしれないぜ。チカの家庭内の話だから、よくわからないことが多いわね。ここでチカと両親は大喧嘩して、家を飛び出してしまうのよ。そして、結婚相手の住む埼玉県本庄市に行くことになったわ。いわゆる駆け落ちだな。こうしてチカは、2015年に結婚したのよ。強引に結婚したんだな。でも、子供ができて、時間も経てば、両親とも仲直りできるんじゃないか？と思ったが、さっきの話からして、そうはならなかったんだな。それで歩夢くんが生まれたのか。2016年、夫婦の間に歩夢くんが生まれたわ。2021年までは夫婦仲も悪くなく、順調に暮らしていたそうね。でも、徐々に旦那の DV がひどくなっていったらしいのよ。やっぱりダメ男だったのか。DV に関しては、旦那は完全に否定していることを付け加えておくわ。真偽は不明なのよ。チカは、旦那から逃げるように友人宅を転々とするようになるわ。なんだ、実家に帰らなかったのか？駆け落ちした手前、両親には頼れなかったのかもしれないわね。今更だが、頼った方が良かったと思うぜ。その通りね。チカはこのタイミングで石井陽子と出会ってしまうのよ。そしてチカは、話を聞いてくれた陽子に心を許してしまうわ。そして、ほどなくして陽子は、チカに同居を提案するのよ。これが悪魔の誘いだったわけだな。チカは、この誘いに乗ってしまうわ。こうしてチカと歩夢くん、陽子と丹羽弘樹の共同生活が始まるのよ。なるほどな。ところで、チカは正式に離婚していたのか？チカはこの同居の前に旦那に離婚届を渡していたわ。でも、旦那はまだ役所に出していなかったわね。つまり、書面上では離婚は成立していなかったのよ。とまあ、ここまでがチカが例の家に住むようになった経緯ね。駆け落ち同然で結婚してうまくいかず、実家にも帰れない状況だったんだな。陽子も怪しいし、この先の話には不安しかないぜ。ここで、今回の事件の最大のキーマンである石井陽子の説明に移るわね。石井陽子はどんな人物なんだ？丹羽弘樹との関係も気になるぜ。それも順番に話していくわね。石井陽子は競艇選手の父とスナック経営の母の間に生まれるわ。陽子は川口市で育ち、19歳の時に最初の結婚をすることになるのよ。相手は父親の弟子で、28歳の競艇選手だったわ。なかなかの年の差婚だったんだな。旦那も競艇選手としては優秀な選手で、最上級ランクの A 級選手だったわ。じゃあ、生活に困ることはなさそうだな。ところが、陽子の金遣いが荒すぎて生活が破綻したのよ。旦那は競艇選手の傍ら、土木作業員のバイトをしていたとも言われているわ。そこまで追い詰められるほど、陽子は散財していたのか？ええ、最終的に旦那は、陽子の借金に耐えきれなくなり自殺してしまうのよ。陽子の最初の犠牲者ということになるんだな。ちなみに、この旦那との間に、陽子は二人の娘をもうけているわ。旦那がいない上に娘が二人となると、先が思いやられるぜ。その後、陽子は同級生の男性と再婚することになるわ。この男性は大手企業のエリートサラリーマンの養子で、相当な資産家だったのよ。怪しい匂いしかしないぜ。陽子はこの家に転がり込むことになったんだけど、すぐに異変が起きるのよ。どんな異変なんだ？まず、再婚相手の養父が病死してしまうわ。それってまさか。この件に関しては、事件性はないと判断されているわね。
養父の死亡により、再婚相手には多額の遺産が入ったわ。本来なら余裕のある生活ができるはずだけど、ここでも陽子がやらかしてしまうのよ。何をやらかしたんだ？何に使ったのかは不明なんだけど、この遺産を、1年もかからずに溶かしてしまうのよ。その処理のために家を処分し、一家は夜逃げ同然で引っ越すことになってしまったわ。本庄氏の霊の家に引っ越してくるのは、この後のことなのよ。陽子と関わった家庭、すごい勢いで壊れていくな。ここから事件に繋がっていくのか？でもまだややこしい説明が残っているわ。すでにややこしいことになっているが、まだあるのか？まず簡単に整理すると、これから重要になってくる登場人物は、石井陽子、再婚相手、再婚相手の義母、石井陽子の父親の4人になるわ。この4人がこの先重要になってくるわけだな。しかしややこしいぜ。この家に引っ越したのは2010年の出来事だったわ。実は、この家に最初に住み出したのは再婚相手と義母と父親だったのよ。陽子は一緒じゃなかったのか？この時は別々に暮らしていたわ。しかし、ここで再婚相手が急死してしまうのよ。またこのパターンか。肝硬変で急に亡くなったとされているけど、後に警察が再婚相手の死を調べ直しているわ。それで、どうだったんだ？残念ながら、まだ再婚相手の急死に関しては情報がないのよ。裁判で真実が明らかになるといいな。とにかく、再婚相手の急死によって、家には義母と、父親の二人が住むことになってしまったのよ。そもそも、父親がこの家で一緒に暮らすのも不思議な話だぜ。老人二人の生活を不安に思った父親は、ここで陽子をこの家に呼び寄せることにしたの。嫌な予感しかしないぜ。その呼びかけに応じてやってきたのは陽子と、丹羽洋樹だったわ。ちょっと待った、どこから出てきたんだ、その男は？じゃあ続いて、事件の犯人の一人、丹羽洋樹の説明に入るわね。時は遡って、再婚相手の家の処分などで揉めている頃のことよ。この頃、陽子は中村葵という偽名を使って、とある SNS で積極的に活動していたの。おそらく、次のターゲットを探すためだと思われるわ。人が何人も死んでるのに、やっぱり普通の神経じゃないぜ。そこで知り合ったのが弘樹だったわ。陽子はその SNS では資産家令嬢を名乗っていたわ。さらに、年齢を21歳サバ読むという、とんでもない嘘をついていたのよ。そんなの会えばわかることじゃないか？でも、白血病の治療の後遺症と嘘をついて弘樹を信じさせることに成功したのよ。さすがに、弘樹も疑問に思わなかったのか？陽子は言葉巧みに人を操ることに長けていたのよ。弘樹が騙されたのはその能力によるものだと思うわ。その能力を仕事で活かせればよかったのに、宝の持ち腐れだぜ。こうして知り合った陽子と弘樹だけど、弘樹のアパートに陽子が転がり込む形で同棲がスタートしたわ。だから、陽子は再婚相手と一緒に住まなかったのか。ついでに言うと、義母と陽子と弘樹の3人で暮らしていた時期もあるわね。もう何が何だかわからなくなってくるぜ。資産家令嬢が義母を連れて転がり込んできたのに、弘樹は疑問に思わなかったのか？陽子の嘘を後押ししたのは、義母が本当に資産家であったことね。身なりも小綺麗だったし、仕草も上品だったらしいわ。陽子は義母のことを認知症で私を頼ってやってきたと説明していたらしいのよ。それなりの説得力はあったんだな。やがて、陽子は前述の家に3人を住ませて、自分は弘樹とアパートに住むことになったわけね。そして、二人の関係は内縁の夫婦という関係になっていったの。再婚相手がいるうちから、弘樹にも手をつけてたってことだな。こりゃ、背景が複雑になるわけだぜ。その後、陽子と弘樹はアパートを出て、本庄氏の霊の家に住むことになったのよ。当然、この不思議な同居はうまくいかなかったわ。すぐにトラブルが続くことになるのよ。義母がある日、この家から逃げ出し、殺される、と叫びながら近所の板金工場に逃げ込むわ。穏やかじゃないんだぜ。この店はすぐに警察に通報したんだけど、陽子と弘樹は警察と板金工場に、認知症が進んでと説明し、義母をそのまま家に連れて帰ったわ。その後、家の窓は目張りされ、窓から家の中が伺えないようになってしまうわ。その理由を陽子と弘樹は外が見えるとおばあちゃんが外に出たがるから、と説明しているわ。この時に警察がもっと親身になれてたら、この後の悲劇は起きなかったのかもしれないな。そうだけど、この段階で警察が動くのは難しかったでしょうね。このトラブル以降、この家は近所でも評判の訳ありの家として認知されていくわ。確かに異様な家だよな。それから、義母が近所で目撃されなくなるのよ。じゃあ、冒頭に言っていたもう一人の白骨死体というのは？この義母のものだったわ。本当に胸クソ悪い事件だな。この遺体が発見された時にはすでに四五数年が経っていたわ。それってちゃんと罪に問えるのか？死体遺棄の時効をとっくに過ぎていたから、この件は起訴できていないわね。
じゃあ、その段階で家に住んでいたのは、陽子と弘樹と父親なんだな。ところが、同時期に陽子の父親は本庄市のマンションから飛び降り自殺しているのよ。この自殺についての事件性も、今のところは不明となっているのよ。もう、何が起きてるのか私にはわからないんだぜ。ということで、この段階では陽子と弘樹しか住んでいないことになるわね。ちなみに、陽子と弘樹はどちらも無職だったわ。そうなるとお金の心配もしなくちゃいけなくなるよな。そうなんだけど、義母は書類上は死んでいないことになっていたわ。二人は年金を不正受給していたのよ。もはや言葉が出ないぜ。でも、浪費癖が激しい陽子が一人分の年金で満足できるわけもなく、次のターゲットを探していたわ。この頃の陽子は、いろいろなところで金銭トラブルを起こしていたらしいわね。それでも人を騙せるんだから、やっぱり天性の詐欺師だったんだろうな。そんな中で出会ったのが地下で、事件に繋がっていくのよ。ようやく、この事件の全容がつかめてきたぜ。旦那から逃げ出して友人の家を転々としていた地下が、陽子に心開いていったという話はしたわよね。ああ、そうやって自分を信頼させて同居させたわけだな。地下はこの時、工場で派遣の仕事をしていたわ。旦那から離れ、生活を立て直すという希望に満ちた時期だったのよ。陽子はそういう隙を突くのが抜群にうまかったのよ。もちろん、地下は歩夢くんを溺愛していたわ。ところが、陽子に支配されたことにより、その態度も徐々に変わっていくわ。なんと、この家に住む全員が歩夢くんを虐待し始めるのよ。おいおい、地下も虐待に加わっていたのか？地下もまともに物事を考えられなくなっていたのでしょうね。その証拠に、地下は稼ぎをすべて、陽子に渡していたそうよ。陽子の術中にはまって、正常ではなくなっていたのか？こうして、大人三人による歩夢くんへの虐待はエスカレートしていったわ。最終的に、歩夢くんは命を奪われてしまったのよ。大人が数人で子供を殺してしまうなんて、人間の所業じゃないぜ。この後、冒頭で説明した通りに三人は逮捕、起訴されることになるわ。ちなみに、逮捕されるまで弘樹は、陽子が年下だと信じていたわ。どんな言い訳を使えば、そこまで信じさせられるんだ？八つ目、高知県小学生水難事故。それで、どんな事故だったんだ？水難事故とは言ったものの、実は事件と言い換えた方が良いかもしれないわ。まずは、いつものように事件の概要から解説するわね。2019年8月22日、高知県南国市の小学2年生、H 君の行方がわからなくなって、父親が警察に連絡したのよ。翌日、H 君は近くの下田川で遺体で発見されたわ。その後、警察の調べでは、H 君と一緒に遊んでいたのは小学1年生から5年生までの、4人の友人たちで、溺れていたのを見ていながら助けを求めないで、その場から立ち去ったと話したことがわかったわ。なんだそれ？友達を見捨てたということか？まあ、そういうことになるわね。しかも警察はこの時、たった1時間余りの調査で事故として片付けてしまったのよ。え？それじゃご家族は納得できないよな？ええ、10月15日に遺族は警察に再捜査を求める、7万6千人を超える署名を集めて、高知東署に提出したわ。10月16日、高知新聞でも、この記事を大々的に取り上げていて、高知県警は、事故であるとしつつも、一応捜査は継続すると言っていたそうよ。なんだか、警察も歯切れが悪い感じだな。闇が深そうだぜ。事故当日の状況を詳しく聞かせてほしいぜ。8月22日、H 君が自転車で遊びに出かけたのは昼食を終えて、午後1時頃だったわ。だけど H 君は夕方になっても帰ってこなかったのよ。このエリアでは午後5時になると、メロディがスピーカーで流され、子供たちが帰宅するのを促していたのよ。心配になった家族が、H 君を探しに出たのは5時36分頃だったわ。夏とはいえ、5時半過ぎじゃ、そろそろ日が暮れる時間だな。午後7時26分頃、H 君の父親は、近所の心当たりのある友人宅などを、尋ね回ったけど、誰も一緒には遊んでいないと返答したわ。警察には、いつ連絡したんだ？午後7時半頃には通報したわ。警察もすぐ捜索を始めたのよ。何か見つかったのか？午後8時2分頃、H 君の父親が尋ね回った友人宅の、裏山で、H 君の自転車を発見したわ。午後8時28分には、警察官が H 君のサンダルと図鑑を、下田川の堤防下、犬走り部分で発見したのよ。図鑑。生物図鑑は H 君の宝物だったのよ。お小遣いを貯めていても、買えないくらい高価なもので、おばさんに買ってもらったそうよ。父親にさえ見せたがらないほど大切にしていたらしいわ。その宝物を持って出かけたんだな。午後9時20分頃、消防にも通報が入って、下田川で捜索が開始されたわ。ただ、すでに日も暮れていたので、捜索は翌日に持ち越されたのよ。
一方、警察の調べでは、当時小学1年生から5年生までの児童が、一緒に遊んでいたことが判明、その中の小学4年生の児童から H 君は一人で、ラッコ泳ぎをして川に沈んだ。怖くなって帰ったとの証言を得ていたわね。なんだそれ？ラッコ泳ぎって、背泳ぎみたいな格好だよな。H 君は、そんなに泳ぎが得意だったのか？いいえ、お風呂で浴槽に顔をつけるのも、ためらうほど、H 君は泳ぎが苦手だったそうよ。翌日の23日午後4時20分頃、下田川で H 君の遺体が発見されたわ。最悪の結末になってしまったわけだな。現場となった下田川は、どんな川だったんだ？下田川は生活排水が流れ込む川で、どちらかといえば汚染された川で、匂いもあって、緑色の決して綺麗な河川じゃなかったわ。そんな川だから水位の上下もあって、川の状態は常に変化していたのよ。事件当日は、どんな状態だったんだ？8月22日当日は、山川で雨が降っていたため、水量が増していたわ。H 君が亡くなったであろう時間帯は、いわゆる干潮に、差し掛かっていたんだけど、通常より水位は少し高かったわね。水が怖かった H 君が、そんな汚い川で泳ぐなんてことあるのか？確かにマリサの言う通りなのよ。一緒にいた子供たちの証言は二転三転していて、初めは遊んでいない、会ってもいないと証言していたんだけど、次第に、下田川水門近くで遊んでいて、H 君が一人で泳ぎ出して流されたと証言しているわ。他の子供たちは川に入っていないことになるんだけど、後に何人かの子が、濡れていたということがわかると、証言がまた変わったわ。一緒にいて証言した子供たちはどんな子だったんだ？当日一緒に遊んでいたのは、A 君小1、B 君小3、C 君小5が兄弟で、他に D 君小4の4人だったわ。H 君が小2だから、5人全員違う学年だったんだな。そして証言はまた変わるのよ。5人は川の浅瀬で遊んでいて、C 君が泳いだのを見て、H 君がいきなり図鑑を持ってラッコ泳ぎを始め、沈んだと証言したのよね。この時、H 君は助けてと何度も叫んだけど、それを見て、怖くなって、助けも呼ばず逃げたという証言に変わったのよ。突っ込みどころ満載じゃないか？泳げない H 君が宝物の図鑑を持ってラッコ泳ぎなんて、とても信じられないぜ。確かにそうよね。もっと言えば、この二つの証言では川の流れに逆らって、遺体が動いたことになるし、どう考えても不自然なのよね。その矛盾を突かれると、今度は、H 君と C 君が川の深いところで、遊んでいて、ラッコ泳ぎで H 君が沈んでしまったと証言を変えたわ。だから、H 君は泳げないんだろ？そこを突かれると、H 君と唯一泳げるとされる C 君が川の深いところで、遊んでいて、H 君が首まで川に浸かる形になって、ぴょんぴょんと跳ね始め、助けてと何度も叫んだが、沈んでしまった。そして怖くなって、助けも呼ばずに逃げてしまったと、またもや証言を翻してきたのよ。もう何がなんだか、さっぱりわからなくなってきたぜ。二転三転した4人の子供たちの証言には、いくつもの疑問点があるのよ。そうだな。そもそも H 君は泳げなかったんだからな。ええ、泳げない H 君が、腰以上の深さの場所に入るとは、とても思えないわ。H 君をよく知る人は、他の友人らが水深数センチほどの水辺で、遊んでいても、H 君は水には決して入らず、その近くで虫かごを、持って友達らを眺めていたという証言もあったそうよ。そんな H 君が、ラッコ泳ぎや水中でぴょんぴょん跳ねるなんて、無理があるぜ。他に疑問点は何点もあるんだけど、遺品となったサンダルが犬走りにあったということは、H 君は、この場所から裸足で川に入ったということになるのよ。だけど、唯一川に降りられる川底は、シジミの貝殻の破片などが点在していて、足の裏が切れてしまう可能性が高く、ここを裸足で歩くというのは考えがたいわ。まして、この異臭のある川に入るということ自体、到底考えられないわね。泳げないなら、なおさらだな。また、もう一つの遺品、H 君が大事にしていた図鑑だけど、発見時、サンダルの横にあったこの図鑑はずっしりと重く感じたほど、びしょ濡れだったそうよ。この図鑑は全面カラーであり、その紙の状態から、相当に水につけないとこのような状態にならないのよ。それって、どういうことだ？水をたっぷり吸った図鑑が流されもせず、サンダルと一緒に置いてあったということは、何者かが川の中から図鑑だけすくい上げたことになるわ。図鑑だけ。それと当初、一緒にいた子供たちが、H 君が、助けてと叫んでいたと証言していたことだけど、マリサは歴史は静かなしと呼ばれていることを知っているかしら？いや知らないぜ。つまり、溺れている人は叫ぶことができないのよ。溺れている時に、叫ぼうとすれば、気道に水が入ってしまい、苦しくて声も上げられないわ。H 君が助けてと何度も言ったという証言は、
全く信憑性がなく、虚言と思われてもおかしくないのよ。なるほど、子供たちが何か隠そうとしていた可能性はありそうだな。一緒にいた子供の家の裏山に H 君の自転車があったことも、証拠隠滅と考えることもできるわね。二転三転した子供たちの証言は、数日後には、告白のようにもなっていたけど、証言全部が不自然なのよ。なあ、一緒にいた子供たちについて、もう少し詳しく聞かせてくれ。実は4人のうち3人が支援学級に通っていたそうよ。世間的なイメージでは、会話もままならないようなイメージ操作があるけど、これは大きな誤解で、差別でもあるのよ。普通の子と変わらないということか？ H 君と一緒に遊んでいたとされる小5の C 君は、確かにコミュニケーションに、少し難があると言われているけど、他の子供たちとはよく遊んでいたし、誰かに害を及ぼすようなことはしない優しい子だと多くの人が証言しているわ。その他の子は、確かに支援学級に通ってはいたけど、多くの大人たちと普通に話をするし、時には嘘も平気でついたのよ。つまり、責任能力は十分備わっているんだな。近隣の住民たちの話では、勝手に家に入ってきたとか、各家を回ってその家で、遊んでいたということが分かったわ。昼食時などで訪問中の家が昼食の用意を始めると、自分の家に親がいないと嘘をついて、食事をせがんだりもしていたわね。また、怪我をした小動物を助けてくれと頼まれた住民もいて、死の概念がないと、差別的な記事も見受けられたけど、そんなことは決してないという証言も多いのよ。よくいる悪ガキみたいな感じか？ええ、いたずらなども、しょっちゅうするから、有名ではあったらしいわね。ただ、多くの近隣住民はマスメディアの記事を見て、支援学級に通う児童だと初めて知った人がほとんどだったのよ。じゃあ、なんで助けを呼ばなかったんだ？確かにそうよね。あたりには人通りもあったし、周囲の家には人も住んでいた。助けを呼べば、いつでも助けに行くことができる大人は大勢いたわ。しかも、その場にいた4人の子供たちは、勝手によその家に上がり込んでいたわけだし、顔見知りの大人も多かったんだよな。その辺は謎よね。その後、探しに来た H 君の父親にも、遊んでいないと嘘をついているし、さらに H 君の自転車を勝手に乗り回して、その間にクワガタムシを探しに行ったこともわかったのよ。え？じゃあ、その後に H 君の自転車を家の裏に隠したということか？ええ、怖くなって嘘をついたとして、自転車を、隠すことが果たして必要だったのかも謎だわ。それで、4人は泳げたのか？報道では、4人の子供のうち、少し重めの障害があった C 君だけ、泳げたとされているけど、学校関係者の話だと、B 君は20メートル程度であれば泳ぐことができ、D 君に関してはその父は、金槌だったと証言をしているけど、ビート板を使えば、普通に泳げるということだったわ。つまり、全く泳げなかったのは小1の A 君と小2の H 君だけだったんだな。H 君がいじめられていたという事実はなかったのか？いじめの定義からすると、H 君が心身の苦痛を伴う出来事は確認されているわ。例えば、H 君は上級生に自転車に乗ったまま蹴り倒されるという被害を、多くの子供たちが目撃していて、止めに入った子もいたらしいのよ。もともとこの地域は子供が少なく、H 君の通う小学校も全学年で80人ほどしか児童がいなくて、上級生と下級生が入り乱れて遊ぶことが多かったのよね。それじゃあ、力の弱い下級生が標的にされたら、ひとたまりもないな。事件当時一緒にいた小4の D 君から、あっちに行け、殺すぞと何度も言われていたという証言もあるわね。D 君は凶暴だったのか？小1の A 君と H 君は仲が良く、H 君は A 君の面倒をよく見ていたそうよ。A 君の兄である小3の B 君、他に近所に住んでいる、同年代の女の子たちはよく一緒に遊んでいたわ。ここに、小5の C 君が加わることが多く、小4の D 君は少し離れた地域に、住んでいるのもあって、彼らのグループには途中から加わったみたいね。D 君がグループに加わると、友達同士の関係性が変わり、H 君は D 君の指示を逐一仰ぐようにしていたわ。ジャイアンみたいだな。もともと D 君は、学校の内外でトラブルメーカーで、近所に一緒に遊ぶ子が、いなくなっていたのよ。二言目には殺すぞと、凄み暴れていたらしく、大人でも注意をためらうような子供だったそうよ。一方の H 君は幼いながら、挨拶がしっかりできて、人懐っこい性格だから、多くの上級生や同級生から好かれていたわ。それを疎ましく思う子供もいたのかもな。学校では、この事故に対して、どんな対応をしたんだ？まず、いじめなどについて調査をしたわ。校長は、全学年でアンケートを実施したと、豪語していたけど、アンケートをしていないという子や保護者は多くいたわ。加えて家庭訪問も全ての家を回ったと言っていたにもかかわらず、訪問してきたと答える保護者は確認できていないのよ。
つまり、調査らしい調査はしていないということじゃないか。子供が一人亡くなっているんだぜ。その上で、いじめはなかったと学校は言い切り、多くの保護者、もちろん H 君の家族も保護者会を求めていたけど、校長は、公表できる事実はないとして、保護者会の開催を拒んだのよ。なんだそれ。事故であるにせよ、事件であるにせよ、人一人亡くなっているのに、闇に葬ってしまうなんて信じられないぜ。南国市教育委員会も、これは、事故であり、警察の判断に全てを委ねているので、学校への指導も何もしないと H 君の父親に告げたそうよ。それじゃあ、H 君の家族は納得するはずないぜ。警察の捜査については、当初当日たった1時間の捜査で事故と断定したわ。そのせいか、司法解剖は行わず、検視の中でも検案という、外傷の確認のみで済ませたのよ。しかも、遺族には、仮に切っても何も新しいことはわからないと告げているわ。なんだか警察もいい加減な捜査だな。だけど、この事故には不審点が多く、徹底的な捜査としては、当然司法解剖をすべきだったという意見が多いわ。おそらく遺品となった、H 君の図鑑やサンダルの、写真も撮っていなかったと考えられるわ。呆れるな。裏を返せば、最初から事故として片付けてしまおうとした節もあるわね。例えば、さっきも言ったけど、溺死は静かな死と呼ばれていて、溺れている人は、叫ぶことができないのよ。そんなことは警察の捜査員なら誰でも知っていることだわ。でも、最初の子供たちの証言によれば、H 君が助けてと叫んだと言っていたわ。捜査関係者なら、これは虚偽の証言だとすぐわかるはずなのよ。つまり、警察は鼻から事件性をわかっていたということなのか？ H 君の父親によれば、ある捜査員から子供が起こした事件は罪にならないから、これ以上捜査しても無駄だと言われたそうよ。そういう問題じゃないだろ。その後、H 君の父親は必死に目撃証言を集め、その数は100人を超えたわ。そのリストを警察に渡したけど、このリストにある多くの人たちからは、警察が聞き込みに来たとの報告はなかったそうよ。遺族としては、真実を知りたいと思うのは当然のことだぜ。全国的にこの事件は不審点が多いことから高知県南国市小児水難事故として知られ、再度捜査を求める署名が、わずかな期間で7万6千も集まったわ。署名は地元警察に10月15日に手渡され、地元メディア各社はニュースにし、捜査は継続すると報道したわ。でも、事故と断定したのであれば、署名が集まろうが捜査を継続する理由はないのよ。当然その後、新事実が判明した警察発表も聞かないわね。H 君の父親は、当然息子の死に納得していないわ。Twitter でも、こんな思いを切実に綴っているわ。沈んでしまうまでの、数分間見ながらうちの子が乗っていた自転車まで、川から反対の山側に隠し、証拠隠滅してるんですよ。って、知らん顔してそのまま夕食を食べ、誰一人として親に話してないのですよ。行方不明の報道が出ても、さらに僕はなぜ H が服を着たまま川に入る行為に至ったのか？そして仰向けの状態でラッコ泳ぎのような風に見えたのか？泳げない H にラッコ泳ぎは、難しいと思う。どうしてもわかりませんとツイートしたのよ。お父さんのやるせない気持ちは当然だぜ。この他にも、H 君が流された後、友人たちが現場に残された H 君の、サンダルや図鑑の扱いをどうする？と相談していたことや、怖くなってその場を離れたと言っておきながら、当日中に何回も、現場に確認に行ったことも父親は聞き込みで知ったわ。それを訴えたところで、警察も学校も教育委員会も動かないんだな。小学生は罪に問えないという法的な大前提は誰でも理解しているわ。それでも遺族は真実を知りたいし、今でも警察の再捜査を望んでいるのよ。9つ目、茨城女子大学生事件。まずは、今回紹介する茨城女子大生殺人事件の事件概要について詳しく解説していくわね。今回の事件の犯人は、当時35歳だった広瀬光一という男性。そして被害者となった女性は当時18歳だった菊池夏美さん。二人はネット上の掲示板で知り合ったの。マッチングアプリで知り合ったという情報があるけど、後の広瀬光一の証言によって、ネット上の掲示板で知り合ったことが明らかになっているわ。まあでも知り合っただけだし、そこから会うことになった経緯が知りたいぜ。まず二人の共通点はゲームが好きだったこと。知り合ってからは、スマホのオンラインゲームなどで交流を重ねていったの。そこからさらに仲良くなり、実際に会うという流れになったみたいね。本当にネット上で知り合っただけなのに、実際に会うなんてことがあるんだな。相手のことをよく知らない状況で直接会うなんて、不安でしかないぜ。確かにそうね。そして事件当日の2018年11月20日のことよ。東京都内の薬科大に通う18歳の菊池夏美さんは、午前中のみの講義を終了し、
その足で電車を乗り継ぎ、広瀬浩一の自宅方面へ向かったわ。どれくらいの距離を移動したんだ？菊池夏美さんの大学は東京都、そして広瀬浩一の自宅は茨城県にあったわ。結構離れているんだな。じゃあ、その距離を菊池夏美さんは一人で移動したってわけか。そういうことになるわね。そして集合場所は、広瀬浩一容疑者の自宅付近のコンビニ。その際に菊池夏美さんは、目隠しをされて、そのまま車で広瀬浩一の自宅に行くことになるの。目隠し？どうして目隠しをする必要があったんだ？それは広瀬浩一が、菊池夏美さんに自宅までのルートを、知られたくなかったからだと、後の証言で明らかになっているわ。そして広瀬浩一容疑者の自宅に入り、2時間一緒に過ごすことになるのよ。その後、菊池夏美さんは車に乗せられるんだけど、そのまま少し走って行った後に車から降ろされて畑に放置されたのよ。駅とかではなく、本当に何もない場所に放置されてしまうのか？ええ、その場に放置された理由等はわからないけど、車から降ろした広瀬浩一は、そのまま一人で車を走らせ自宅に戻ったのよ。逮捕されてからの広瀬浩一の供述の中には、この子には30万円を出せないと思ったというわ。待て待て、30万を出せない？いきなり何を言い出すんだ？実はこの二人が会うきっかけになったのは、お金だったのよ。広瀬浩一は、菊池夏美さんにお金をあげるからという理由で、実際に会うことをこぎつけたわけ。なるほど。じゃあ、お金をもらえるからという理由で、菊池夏美さんはこの男と会うことを決めたんだな。で、そのお金をもらえないまま放置されてしまったと。そういうことになるわね。放置されてしまった菊池夏美さんはその後どうするんだ？広瀬浩一を見つけようにも、行きの車では目隠しをされたわけだし。ここまでの流れからして、車から放置した理由は、契約不履行を独断で行ったと考えられるわね。身勝手な行動を起こしていたことや、お金を払いたくない一心で、こうした行動を取ったと推察されているわ。そして菊池夏美さんは、そこから徒歩で広瀬浩一の自宅まで戻ったのよ。戻るって、菊池さんは広瀬の自宅はわからないだろ？ええ、そこに事件の大きな鍵となる証言があるわ。それは、菊池夏美さんに道を尋ねられた複数の近隣住民の証言だったのよ。この近隣住民の方々は、広瀬浩一容疑者の自宅を探している菊池夏美さんから、目隠しをされてここに来た、記憶を頼りに来たと言っていたと証言しているわ。近隣住民の情報を頼りに広瀬浩一の家を特定しようとしたってわけだな。ええ、さらに、菊池夏美さんは金銭トラブルになっているといった話をしていたというわ。で、結局特定することはできたのか？ええ、近隣住民の情報をもとに、なんとか広瀬浩一の自宅までたどり着くことができたわ。お金は結局もらったのか？いや、広瀬浩一は菊池夏美さんにお金を渡すことを拒否したのよ。でも、菊池夏美さんはもらうと約束していたんだろ？まだもらっていないから再度自宅に戻ったわけだし。そうね。そこで彼女はお金をもらえないなら SNS で拡散すると騒いだのよ。なるほど。そのトラブルで、広瀬浩一は彼女の命を奪ってしまうんだな。その通り。拡散されることを恐れた広瀬浩一は、彼女の鼻と口を押さえて殺害してしまうのよ。その後、遺体を畑に遺棄したの。そもそも広瀬浩一が、菊池夏美さんにお金を渡していたら、こんなことにはならなかったってことだな。まあ言ってしまえばそうなんだけど、広瀬浩一は、そもそもお金を払うことができなかったのよ。ここからは犯人逮捕について詳しく解説していくわ。了解したぜ。菊池夏美さんが自宅に戻らないことを不審に思った両親は、警察に捜索願いを出したの。そもそも菊池夏美さんは、茨城まで行くのにちゃんと両親に断りを得ていたのか？菊池夏美さんは両親に友達に会いに行くと告げて茨城に向かったみたいね。そして捜査を開始していた警察は、広瀬浩一を、2019年1月31日に死体遺棄の疑いで逮捕。翌月10日には殺人容疑で再逮捕したわ。取り調べに対し、広瀬浩一容疑者は容疑を認めているわよ。どんな供述をしたんだ？広瀬浩一は近くにあった棒で土をついて柔らかくし、板で穴を掘ったなどと供述しているわ。そして被害者である菊池夏美さんの死因は、窒息死だったと見られているわね。まさかネットの掲示板で知り合って、オンラインゲームで仲良くなって、そのまま会うことになって、最終的には命を奪われてしまうなんて、想像もしていなかっただろうな。でも金銭を払う条件で会うことを要求してきた広瀬浩一の性格がヤバいのは確かだぜ。彼のこれまでの生い立ちも気になるところだな。じゃあここからは、犯人の広瀬浩一の生い立ちについて詳しく解説していくわね。広瀬浩一は土浦市で生まれたわ。彼の父親は職を転々とし、近所の評判はあまり良くなかったそうよ。その父親は広瀬浩一が幼い頃に亡くなり、
幼い他の兄弟姉妹と共に母子家庭で育つわ。広瀬光一の学生時代はどうだったんだ？広瀬光一は中学卒業後に高校進学せず、父と同じ道をたどるかのように、スーパーの惣菜調理、塗装工など職を転々としているわ。2017から2018年の話では、広瀬光一の家族が生活保護を受けていたみたいね。あまり恵まれた家庭ではなかったんだな。広瀬光一は生まれた時からこれまでに、茨城県内を転々としているわ。実家のある牛久市では、母、祖母、姉、弟、妹と6人で暮らしていたのよ。将来は宇宙関連の仕事に就きたいと語っていたみたいね。宇宙関連の仕事って夢があるよな。ええ、20年後の俺はロケットを作っているという内容が卒業文集には書かれていたわ。しかし広瀬光一は学校に行っている様子がなく、家庭内で暴れていたという証言も出ているのよ。不登校だったということか？その通り、広瀬光一は中学に入っても不登校が続き、性格はネクラで、無口なゲーム好きな少年になっていったわ。時には両親にお金をもらって登校していたこともあったみたいよ。お金をもらう代わりに学校に行くなんて、そんな話聞いたことがないぜ。で、宇宙関連の仕事に就くために勉強はしていたのか？いや、中学時代の文集によると、夢は宇宙に関わる仕事から傭兵に変わっていたわ。なるほど、そうだったんだな。そして驚くことに、広瀬光一の中学生時代の同級生には死刑囚がいたのよ。中学の同級生に死刑囚？それは聞き捨てならないぜ。広瀬光一の中学時代の同級生には、土浦連続殺傷事件を起こした神奈川正宏元死刑囚がいたわ。どういう事件だったんだ？2008年に起きた土浦連続殺傷事件は、2人の死者と7人の重傷者を出した通り魔事件よ。動機は死刑になりたかったという極めて自己中心的な内容だったわ。マジか。神奈川元被告は2010年に死刑が確定。29歳だった2013年2月に死刑が執行されているわ。じゃあこの人物と仲が良くて、何か影響された部分があったということか？いや、それについての情報はないんだけど、一部ではあまり仲が良くなかったという情報はあるわね。神奈川正宏元死刑囚は、中学時代に特に不登校だったという情報はなく、控えめで反抗期すらなかったとされているのよ。また外務省勤務の父を持ち、土浦市にマイホームを持っていたというから、家庭的には広瀬光一容疑者と全く似ていないわ。なるほど。さらに調べていくと、広瀬光一は過去に別の罪を犯しているのよ。別の罪？2017年4月にインターネットを通じて知り合った千葉県の女子高校生を呼び出し、お金をあげると言ってみだらな行為に及んだわ。そのことが摘発され、相手が17歳の未成年であったことから、児童買春、児童ポルノ法違反の容疑で茨城県警に逮捕されているのよ。6月には裁判が行われ、罰金50万円の有罪判決となっているみたいね。そうだったのか。だとすると、菊池夏美さんに渡すお金はそもそもなかったように感じるぜ。ある程度犯人の広瀬光一については分かったが、次は被害者の菊池夏美さんのことが気になるぜ。いくらお金のためだとはいえ、わざわざ東京から茨城まで足を運んだわけだし、何か彼女自身も事情でもあったのかもしれないしな。じゃあここからは、今回の事件の被害者である、菊池夏美さんについて詳しく解説していくわね。菊池夏美さんは日本薬科大学に通う女子大生だったわ。日本薬科大学は、2004年設立の比較的新しい大学よ。福岡市にある第一薬科大学を経営する。学校法人続き学園グループによって、45年ぶりに開学したみたいね。日本で初めて漢方医学に特化した漢方医学科を設置したことで話題になっていたよな。よく知っているわね。ちなみに学科については、薬学科と医療ビジネス科があるわ。菊池夏美さんは、4年生の医療ビジネス薬科学科に在学していたのよ。じゃあ将来は、医療ビジネス関係の職に就こうと思っていたんだな。おそらくそうね。ここまでの話を聞いて、この事件について一つ疑問に思うことがあるんだぜ。菊池夏美さんの視点から見ると、いきなり初対面の人の家に、上がり込むのは少なからず不安要素が多いと思うんだ。しかも全くわからない場所に放置されたわけだし、いくらお金のためだとはいえ、広瀬光一の自宅に再び戻るという選択肢を選ぶのも、勇気が必要だと思うな。そもそも本当に、金銭的なやり取りの保証はあったのか？広瀬光一は菊池夏美さんと会うために、お金のやり取りの約束をしていたというのは事実だわ。その金額は、およそ30万とも言われているのよ。30万って相当な額だぜ。だから菊池夏美さんがわざわざ茨城に向かったのも、お金をもらえるからこその決断だったというのが考えられるわね。だとしても、オンライン上でのやり取りだけしかしていないし、相手の顔だってあまりわからないだろ？もしかしたら、広瀬光一が別人の顔写真を使っていた可能性だってあるぜ。
いや、広瀬浩一はイケメンの写真を自分と偽っていたわけではないわ。このことから考えて、もしかしたら援助交際の可能性も考えられているわ。確かに、さっきの説明にあった広瀬浩一の過去の犯罪歴から見て、その可能性は十分にあるな。でも放置されてから再び広瀬浩一の自宅に戻るという決断は、正直何をされるかわからないのに疑問に思うぜ。確かにそのまま駅に向かって自分の家に帰るという選択肢はあるわね。でもその選択肢を選ぶことができなかった。それは、菊池夏美さんは駅の交通費しか持ち合わせていなかったからなのよ。そういうことだったのか。じゃあもし、帰りの交通費も持ち合わせていたら、こんな結末にはならなかった可能性があるってわけだな。10個目、ソダーケ失踪事件。ソダーケっていうからには、家族の話なのよね。アメリカ合衆国ウェストバージニア州フェイエットビルに住む、ジョージ・ソダーさんをはじめとした12人の家族の話だぜ。12人家族？とても子供が多かったってことかしら？それともご両親と同居していたの？前者だな。ジョージ・ソダーさんは1895年にイタリアで、生まれたんだが、アメリカに移住して妻のジェニーさんと出会ったんだ。生まれふるさとを離れて他国で結婚したのね。二人は最終的にイタリア移民が多い。ウェストバージニア州フェイエットビルにある木骨像の家に住むことになったんだ。木骨像って木像ってことかしら？木骨像と木像は少し違うぜ。木骨というのは漢字の通り、骨組みが木でできているということなんだ。それなら外観はレンガであったとしても、骨組みが木なら木骨像になるのね。そういうことだな。対する木像は、鉄骨などではなく木材で、作られた家のことなんだ。どちらも木材を使用しているけど、ソダー家が住んでいたのは骨組みが木の家ということだな。そういう違いがあるのね。ああ、話を続けるぜ。ジョージさんと妻のジェニーさんは子宝に大変恵まれて、男の子が5人、女の子が5人の合計10人の子供たちがいたんだ。両親と10人の子供たちで合計12人ってことね。たくさんの人が関わった事件だったのね。1945年12月24日に事件は起こった。1945年って、第二次世界大戦が終結した年よね。その年の夏に戦争が終結しているから、戦後間もない頃ということになるな。その日はクリスマスイブだから、ソダー家も家族で過ごしていたんだ。12人が集まっていたということね。いや、その場にいたのはジョージさんとジェニーさん、それから次男から五女の9人だ。長男は軍隊に入っていて、その日も家族の集まりに参加することは難しかったんだぜ。ということは、11人でクリスマスパーティーをしていたのね。クリスマスパーティーは問題なく終わって子供たちを寝かしつけた後、事件は起こっていくんだ。午前0時過ぎ、ジェニーさんが電話の音で目を覚ますんだ。そんな夜中に誰からの電話だったの？電話口にいたのは女の人で、ジェニーさんの知らない人の名前を尋ねてきた。間違い電話だったってこと？ジェニーさんもそう思ったんだろう。間違い電話かもしれないと相手に伝えて、その電話を切ったんだ。それから再度眠りについたジェニーさんだったが、午前1時過ぎに大きな物音が聞こえて目を覚ましたんだ。物音？どんな物音だったの？何かが屋根にぶつかったような音だったそうだ。それからさらに30分後の午前1時半過ぎ、ジェニーさんは煙の匂いで目を覚ますんだ。火事ってこと？ああ、その通りだぜ。火の手はもう大きく上がっていたんだ。無事に逃げられたのは両親と4人の子供たちだけだった。え？事件当日、子供は9人いたのよね？残りの5人はどうなっちゃったの？その5人の子供たちがこの事件の大きな謎なんだ。ジェニーさんは避難の際に、子供たちが寝ている屋根裏部屋に続く階段が焼け落ちているのを見ているぜ。火事が起こっているのなら消防署に連絡しないといけないわよね。気が動転していたらなかなかできなそうだけど、逃げた子供たちは次男と三男、長女と五女だった。長女が消防署に、電話をしようとしたんだけど、なぜか電話が繋がらなかったんだ。それじゃあ消防車が来れないわ。近所の家を回って消防署に無事に連絡することができたぜ。長女が消防署に電話している間、ジョージさんは家にいつも立てかけている。はしごで屋根裏の子供たちを救出しようと考えたんだ。子供たちも窓から助けを求めているでしょうし、ナイスアイディアだわ。いや、子供たちは窓から助けを求めていなかったし、下からの呼びかけにも、一切反応しなかったんだ。しかも、なぜかはしごがなくなっていたんだ。いつも置いているものなのに？その日に限ってな。何か他の方法はないのかしら？そう考えた次男と三男は、仕事で使っているトラックを横付けして残された。子供たちを助けられないか考えた。でも、これも失敗に終わったんだ。高さが足りなかったの？それ以前の問題で、前日まで問題なく動いていたはずの、トラックのエンジンがかからなかったんだ。不可解だわ。
走行しているうちに消防車が着く頃だと思うんだけど、まだ到着しないのかしら？その頃消防署は、戦争の影響でかなりの人手不足だったんだ。え、まさか。その日は消防車を運転できる人員がいなくて、結局消防車が来たのは朝の8時半だったんだ。7時間もあったら燃え尽きちゃうわよ。ソダー家は約45分で燃え尽きたんだぜ。5人の子供たちは犠牲になったのね。あれ？マリサ、失踪事件って言ってたわよね？ああ。それが、焼け跡を調べてみても、5人の子供たちの痕跡が見つからなかったんだ。え？骨も？火事で犠牲になったという痕跡も何もなかったぜ。じゃあ生きているかもしれないのね。でも、どこにいるの？火事の日に突然いなくなった5人の子供たち、これがソダー家失踪事件の謎なんだ。謎が多すぎるから一つずつ紐解いていきたいわ。まず、火事の原因は何だったの？火事は配線不良によるものだと発表されたんだ。けれど、それに納得するにはおかしな点がいくつかあったんだぜ。おかしな点？クリスマスパーティーをしていたソダー家は、避難の際に、クリスマスツリーがついているのを目撃している。もし配線不良なら、それも突然消えるはずだわ。しかもソダー家の配線は、事件前の近い日に検査をしていたんだ。じゃあ配線不良が起こる確率は限りなく低いはずだわ。火事の原因は特定できなかったのかしら？一度発表された原因は覆ることはなくて、配線不良だと言われたままだったぜ。でも、霊夢と同じように、ソダー夫妻も不信感を募らせていた。あの怪しい電話は？はしごがなくなってたのは？順を追ってわかっていることを説明していくぜ。女の人からかかってきたという電話は発信先がわかって、実際に間違い電話だったんだ。なんて紛らわしいの、あれ？消防署への電話は繋がらなかったのに。この電話を受けたということは、0時の時点では電話は使えたのね。電話が使えなくなった原因の人物は逮捕されているぜ。誰かが意図的に電話を使えなくしたってこと？逮捕された犯人は、電線を盗んでいて間違えて電話線を切ってしまったと、供述しているんだ。だが、この犯人は火事とは無関係とされているぜ。え、この日、偶然近くを通っていたバスの運転手が、何者かがソダー家に火の玉のようなものを投げ入れるのを見ているんだ。それって放火じゃない？証言はこれだけで、決定的な証拠は何も出てこなかったんだ。ちなみに事件当日に、亡くなっていたはしごは、自宅から23メートル離れた森戸の中で見つかったぜ。誰かが故意に移動したと考えられるわね。住宅火災で遺体はともかく骨まで見つからないのかと疑問に思ったジョージさんたちは、火葬場に問い合わせたり、動物を焼いて骨が燃える温度について、独自に調査を進めたんだ。それで、何度なら骨まで燃えるの？火葬場によると、1090度で2時間焼いても骨は残るんだ。ソダーさんの家は45分で燃え尽きたんでしょう？それに、住宅火災が1090度になるものなの？霊夢が疑問に思う通りだぜ。ジョージさんたちはこの調査から、今回の火事で、骨まで見つからないほど燃えることはないという結論に行き着いた。じゃあ、子供たちはどこに行ってしまったの？子供たちの遺体も骨も見つからない、亡くなった証拠がなければ、生きている証拠もないという状態だ。何も出てこないのなら、子供たちは火事の間、自宅にいなかったと考えるのが自然よね。ジョージさんたちもそう考えた。それで、この事件は火事に乗じた、誘拐事件なんじゃないかと思い始めたんだ。神隠しみたいな状況だから、そう思うのも無理はないわ。様々な不信感を募らせたジョージさんたちは、事件の起こった自宅の、跡地を見ているのも辛かったんだろう。自宅の一部をブルドーザーで整地して、行方不明の子供たちのための記念庭園に変えたんだ。子供思いの父親だということは分かったけれど、ジョージさんは近所ではどんな評判だったの？ジョージさんは、よく言えばはっきりした物言いができる人だったんだぜ。自分の意見を持っていたってことかしら。自分の意見を、言い出せない人も多いけど、ジョージさんはそうではなかったのね。ああ、それによって他人から遠巻きに見られることも少なくなかった。ジョージさんはいろいろな主張を持っていたんだけど、その中でもイタリアの、独裁者であるムッソリーニに対する批判を強く持っていたんだ。でも、ジョージさんが住んでいるのはイタリア移民が、多い地域なのよね。意見の対立が多そうだわ。実際に移民コミュニティではよく対立していたんだぜ。かなり強い議論になることもあったんだ。実際に脅されることもあって、この事件もムッソリーニを支持する一派による、報復じゃないかという見方もあるんだ。事件後、イタリアのマフィアが、この事件を引き起こしたと証言する人物もいたんだ。証言だけで、真相は明らかになっていないのね。火災の原因が配線不良だと発表されて、5人の子供たちの死亡届が出された後も、ジョージさんたちは真実を求めて情報提供を呼びかけていたんだ。すぐに諦めきれるようなことではないものね。
何か有力な情報はあったの？いや、ジョージさんたちが得たものは、さらなる混乱を招くものばかりだった。さらなる混乱？まず、消防署長が心臓を見つけ出していたというものだ。心臓？骨じゃなくて？ああ、しかもそれをソダーケに言わず、勝手に埋葬していたというんだ。それは本当なの？ジョージさんたちは実際に消防署長に確認を取って、埋葬した心臓を見せてもらったんだ。え、じゃあ、だが、その心臓を近所の葬儀屋に持って行って調べてもらうと、火の入ったことのない生の牛の肝臓だということが分かった。消防署長は心臓を見つけたと偽って、実際は牛の肝臓を、埋葬したということ？何がしたかったのかよくわからないわ。ソダー家が子供たちが死亡したことに納得しないから、証拠があれば納得すると考えたようだ。調べられると思わなかったのかしら。亡くなったと思うどころか、このことによって、消防署長への不信感はさらに強まったぜ。そうなってもおかしくないと思うわ。さらにその後、火災の跡地を改めて調査することになったんだ。その中には、子供たちが所有していた辞書や硬貨などの遺品が見つかったんだぜ。事件後にやっと遺品が見つかったのね。子供たちの骨や、亡くなった証拠につながるものは見つかったの？小さな骨が複数見つかったんだ。え、小さな骨？バラバラになっていた骨を集めて専門家に解析を頼んだ結果、この骨はすべて同一人物の腰椎であることが分かったんだぜ。腰椎だけ残るのは不可解だわ。さらに不可解なことに、この骨は火にさらされた跡がなく、16歳か17歳のもの、最高でも22歳のものだと推定された。いなくなった子供たちにその年齢の子はいたのかしら？最年長の子が14歳だったんだぜ。じゃあこの骨は、結論から言うと、ソダー家の子供たちのものではなかったぜ。近所の共同墓地から来たものだということが確認されたんだが、なぜその場所から骨が来たのかは分かっていないんだ。何も分からなかったのね。この調査の後、これ以上の調査は絶望的だとされて事件の捜査は打ち切られたんだ。でも、それじゃあ納得いかないわ。ソダー家の人たちも、もちろん納得がいくわけがなかった。公的には閉じられた事件だが、ジョージさんたちはチラシを印刷することにしたんだ。探しています。ってチラシ？そうだぜ。いなくなった子供たちの写真を印刷して、少しでも、事件の解決の糸口になる情報を提供してくれた人には、5000ドルの懸賞金を与えると書いたんだ。その懸賞金は、すぐに倍の1万ドルに修正されたぜ。すごい額よね。それだけでなく、家の敷地と近くの国道沿いに、チラシと同じ内容を記した看板を設置したんだ。何か有力な情報はあったの？火災の後に子供たちがイタリア系に見える男女と、いるところを見たという情報が得られたんだ。大進歩じゃない。ただ、この情報は事件から約7年後にもたらされた証言で、信憑性に欠けるという見方がされているんだ。他にもテキサスのバーの常連客が、火災の犯人と思われる人間が、火災の話をしているのを聞いたと言ったり、フロリダに、子供たちに似ている子供がいると聞いたりもしたんだぜ。どれも決定的な証拠にはならなかったのね。事件から22年が経過した1967年、さらに事件に大きな謎ができたんだ。これ以上の謎ができるの？今でも十分不可解すぎる事件なのに、郵便物の中にケンタッキー州セントラルシティの消印が、押された手紙が入っていたんだ。この手紙には返信先が書かれておらず、消印の場所までしか特定できないものだった。中には何が入っていたの？中には1枚の写真と手紙が入っていたんだ。写真？30歳前後だと見られる若い男性の写真で、添えられた手紙には、ルイ・ソダー私は兄弟を愛しているというような内容が書かれていたんだ。22年ぶりに行方不明になった子供から手紙が来たっていうの？どこから送られてきたか調べられないのかしら？ジョージさんもそう考え、すぐさま私立探偵を雇ったんだが、探偵はソダー家に報告をすることはなかったんだ。それどころか、その後の行方がわからなくなってしまった。謎が残ったままなのね。それでも、この写真はジョージさんたちにとって、子供が生きている大きな希望になったでしょうね。その手紙を受け取った2年後にジョージさんは亡くなり、さらにそこから20年後にジェニーさんも亡くなってしまったんだ。事件の真相がわからないまま亡くなってしまったのね。残された子供たちは、自分の子供たちと一緒にさらに調査を続けたんだぜ。ジョージさんの孫ということかしら？その通りだぜ。それでもこの事件の真相はわからないままなんだ。本当にマフィアが絡んでいるのか、送られてきた写真は子供本人なのか、どうして火事が起きたのか、謎のままなのね。11個目、愛媛僧侶ストーカー殺人事件。この事件は2014年12月16日午後8時頃に愛媛県松山市で起こったものよ。被害者は松山市のマンションに住んでいた当時37歳の黒田美希さんだったわ。自宅で殺害されたのか、
ストーカー殺人って話だし、そのストーカーに殺害されてしまったのか？黒田さんを殺害したのは徳島県徳島市の長賢寺の住職、くるみよしのりだったの。くるみは徳島県に住んでたのにどうやって黒田さんと知り合ったんだ？これについては後で黒田さんの行動を合わせてまとめて話すわね。事件当日、くるみは午後5時頃に黒田さんのマンションに訪れたわ。宅配業者に変装し、宅配伝票を貼り付けた段ボールとサバイバルナイフを持っていたのよ。変装して凶器まで用意してるってことは、事前に準備をしてたんだな。くるみは黒田さんを騙して部屋に侵入すると、彼女を殴り倒したのよ。そして首に刃渡り約10センチのサバイバルナイフを刺して殺害したわ。行動に躊躇がないぜ。最初から殺意を持って行動してたわけだな。しかし、家の中で起きたとなると発見が遅れそうだぜ。その日のうちに事件は発覚しているわ。その日、黒田さんは知人と待ち合わせをしていたのよ。時間を過ぎても来ない黒田さんを心配した友人が第一発見者になったわ。黒田さんは知人と何の約束をしてたんだ？その日は黒田さんが所属していたバスケットボールクラブの忘年会だったのよ。なるほど、同じクラブの知人だったんだな。それで通報はすぐにされたのか？最初に通報を受けて駆けつけたのは救急隊員だったそうよ。警察への通報は救急隊員が行ったわ。そういう経緯だったのか。あっという間の事件だったみたいだが、現場の状況はどんな感じだったんだ？現場の様子だけど、室内を漁った様子も、争った形跡もなかったそうよ。くるみは黒田さんを殴って、すぐに刺していたな。抵抗する暇もなかったんだろうな。ただ、現場からは黒田さんの携帯電話がなくなっていたわ。黒田さん宅から持ち出されてたのはこの携帯電話だけだったのよ。くるみは携帯電話だけ持ち去ったんだな。黒田さんの遺体はどんな状態だったんだ？遺体には刺し傷や殴られた痕跡の他に、首を絞めた形跡もあったわ。くるみには強い殺意があったようで、ナイフによる傷は頸動脈まで達していたのよ。それは妙だな。くるみは殴った後すぐに首を刺したって話だったし、その後に首を絞めたってことなのか？詳細はわからないけど、そういうことになるわね。刺された後に黒田さんが抵抗した可能性があるんじゃないか？でも、着衣の乱れもなかったのよ。首を絞める行為の理由はわかっていないわ。そうなのか。しかしくるみはどうして黒田さんを狙ったんだ？住んでる県すらも違うみたいだし、知り合うのは難しいような気もするが。ここからは、くるみが事件を起こした理由を話していくわね。さっき言ったようにくるみは、徳島県徳島市の長賢寺の住職を務めてたのよ。住職ってことは、地元から離れるタイプの仕事じゃないよな。どうやら黒田さんが徳島市に来た時に知り合ったみたいなの。黒田さんは元小学校教師なんだけど、退職してからは接客業をしていたわ。保険のセールスにネイリストなど、いろいろね。黒田さんは複数の仕事をしてたんだな。じゃあその接客か何かの時に知り合ったのか？保険の勧誘をくるみにしたことがあるらしいから、きっかけはそうだと思うわ。しかしそれだけでストーカー行為をするとは思えないぜ。くるみはロマンチストで運命を感じてしまったのか？ロマンチストかどうかは知らないけど、くるみは黒田さんに好意を寄せていたわ。でも、くるみは事件前に結婚しているのよ。事件当時も妻との二人暮らしだったわ。既婚者だったのか？そうなると、ますます執着する理由がわからないぜ。まして殺害するなんて意味不明だ。黒田さんが他の男と一緒に歩いているのを見たのが恨みのきっかけのようね。自分は別の女性と結婚してるのに、それじゃあ完全に逆恨みだぜ。ネットでは黒田さんとくるみが不倫関係だったって説も上がってるけど、これに関しては確証がないわ。そのあたりは当事者にしかわからないな。二人がただの勧誘員と客の立場だったのかは、それはそれで怪しいのよ。後で話すけど、勧誘員と客の立場を超えたやりとりがあったわ。一線を超えたやりとりの末に事件が起きたのか？まあ、殺人をした時点でくるみに同情の余地はないが。話を戻すわね。黒田さんに一方的に恨みを抱いたくるみは、まず誹謗中傷を始めたのよ。誹謗中傷って、ネット上で悪口を書き込むことだよな。どんな書き込みをしたんだ？接客態度が悪いといった感じの、接客業に関する悪口だったわ。実は、くるみが警察の捜査線上に上がったのもこれが理由なのよ。黒田さんの接客についてという体で書き込んでたのか。ネットでわざわざそこまでするくらいだし、かなりの恨みを抱いてたんだな。それだけじゃないわ。くるみは探偵事務所へ依頼して黒田さんの身辺調査をさせていたのよ。これによって黒田さんの自宅や行動パターンなどがくるみに知られてしまったわ。いくら探偵とはいえ、それって法的に認められてる行為なのか？探偵業法って法律があって、その法の範囲内ではあるわね。探偵業のための張り込み、聞き込み、尾行、データ調査は許可されてるのよ。不正な入手手段でなければ違法にはならないわ。探偵業法なんて初めて聞いたぜ。だが、それで事件が起きたわけだし、探偵側も良くなかったんじゃないか？
この時の情報が犯行に繋がったのは事実だわ。でも、依頼者側のモラルの問題だから探偵側の非は問えないわね。確かに、くるみが嘘の依頼理由を言えばそれまでだな。もちろんだけど、これは探偵業法に基づいた基準の話よ。個人がそんなことをやったら違法行為になるわ。私には縁のない話だが、気をつけるぜ。それで住所を知ったくるみは、すぐに事件を起こしたのか？すぐには起こさなかったわ。でも、事前に車で現場近くを訪れていたようね。黒田さんのマンション近くの防犯カメラにもくるみの車が映っていたのよ。下見をしていたのか？犯行時の準備といい、計画的だぜ。下見だったのかは不明だけど、黒田さんは事前にくるみの行動を察知してたようで。最近しつこく男につきまとわれている。ストーカーされているかもしれない。なんで私が松山に住んでいることを知っているんだろう。と、友人に相談してたわ。ストーキングされてることに気づいてたんだな。この件はちゃんと警察に相談はされてるのか？それが、黒田さんは警察に相談してなかったみたいなのよ。この理由についてはわかってないわ。警察に言わなかった理由が気になるぜ。事前に相談していれば違う展開もあったのかもしれないな。そうなんだけど、そのまま事件に繋がってしまうわ。事件当日の黒田さんは友人とのランチの後、午後2時頃に帰宅しているわね。夜には忘年会の予定があったんだよな。それまで黒田さんは自宅にいたのよ。このタイミングで、くるみは黒田さんのマンション近くに来たわ。部屋の明かりがついていることで、家にいるのを確認したのよ。黒田さんが家にいるのを確認してから犯行に及んだんだな。これで事件発生までの話は分かったぜ。ところで、事件後のくるみはどんな行動をしてたんだ？黒田さんを殺害した後、くるみは彼女の携帯電話を持ち出したわ。そういえば、携帯電話だけがなくなっていたんだったな。で、その後のくるみはどんな行動をとったんだ？黒田さんの家を出たくるみは、一般道で自宅のある徳島市へと向かったわ。高速道路を使わなかったのは、記録が残る可能性を恐れてのことね。事前準備や変装もそうだが、かなり慎重に動いているな。それだと、犯行後に痕跡も隠していそうだぜ。道中の吉野川河口付近で、サバイバルナイフと黒田さんの携帯電話を捨ててるわ。現場から県をまたいだ場所に証拠を捨てたのよ。そうなると、警察も捜査に苦労しそうだぜ。実際、捜査はかなり難航していたわ。警察は顔見知りの犯行だと考えたけど、容疑者が絞れなかったのよ。くるみの隠滅行為もあったけど、黒田さんは仕事で県外にも出てたのが大きいわね。だから警察は、県外にも人を派遣する必要があったのよ。県外にも捜査の手を広げるとなると相当な動員数になるんじゃないか？投入した捜査員は約1万7000人と言われてるわ。そんな中でくるみが容疑者として上がったきっかけが、誹謗中傷の書き込みだったの。ネット上で、黒田さんの接客が悪いって書き込んでたんだよな。とんだ自滅行為だぜ。さらに、黒田さんのマンション近くの防犯カメラ映像で容疑が深まったわ。カメラにはバッチリ、くるみの車が映っていたのよ。それでくるみは逮捕されることになったんだな。事件から約半年後の2015年6月4日にくるみは逮捕されているわ。逮捕後のくるみは取り調べに対して、私が殺しました。最初から殺すつもりで部屋に行った。と供述してるわ。殺害自体はすぐに認めてるんだな。気になる動機の方は、何も話さなかったのか？動機については答えたくありません。簡単に話せる話ではない。と話しているわね。ただ、これについては法廷で少しだけ触れられてるわ。詳細は分かってないって話だったが、法廷で何か判明したのか？くるみの初公判は2015年11月25日に行われたわ。ここでの検察による冒頭陳述で、黒田さん殺害の動機が判明したのよ。どんな動機だったんだ？検察によると、くるみ被告は接客業をしていた黒田さんに現金340万円を渡し、仕事を辞め、他の男性と会わないように要求したが関係が悪化し、お金を返してもらえず殺害に至った。というのが犯行動機なのよ。黒田さんはくるみからお金をもらってたのか？それならさっき言ってたみたいに普通の勧誘員と客との関係性じゃないってことになるぜ。その話は本当なのか？公的な場で検察から語られたわけだから、信憑性は高いわ。くるみ本人はこの内容について反論してるのか？この内容については、くるみも間違いありませんと認めてるわ。それと被告人質問の時には黒田さんに対して、取り返しのつかないことで被害者には大変申し訳ないことをしてしまったとも語ってるわね。反省しているという態度で裁判に臨んでるんだな。でも、殺害した経緯に関しては、大金を渡したにもかかわらず、仕事を辞めず、自分以外の他の男と会っていたことを知り、怒りが込み上げたとも証言してるわね。やはり検察の言う、大金のやり取りは本当なんだな。だが、黒田さんがお金を受け取った理由が気になるぜ。額が額だし、後のことを考えたら受け取らない方が無難じゃないか。
それについては後で少し話すわ。次は犯行内容の話になるけど、ナイフによる殺害は想定外だったとくるみは話しているのよ。当初、くるみは事故死に見せかけたかったみたいなの。おいおい、サバイバルナイフを用意してるじゃないか。なのに事故死に見せかけようとしてたって証言したのか？初公判の中でくるみは気を失わせて風呂場などでの事故死を装おうとしたが、抵抗されているうちに刺して殺すしかないと思ったって証言してるのよ。現場にそんな痕跡はなかったし、くるみは殴り倒してすぐに刺しているぜ。だからこの証言には違和感があるのよね。信憑性は低いと思うわ。罪を軽くするための抵抗に思えてしまうぜ。それで、最終的にどんな判決が出たんだ？くるみに下されたのは懲役16年だったわ。日野浩一郎裁判長は、黒田さんへの恋愛感情を断ち切れず、金銭を渡したのに会ってもらえないことによる恨みなどの感情に囚われた犯行で、動機はあまりに未熟だと判決理由を語ってるわね。大金を渡したのが事実だったとしても、身勝手な理由で殺人をしたのは事実だからな。でも、その一方で黒田さんの不誠実な態度にも触れているわ。340万円もの大金を受け取って約束を破った点ね。ずっとそこが気になっていたんだ。普通は勧誘先の客からそんな大金を受け取ったりしないぜ。最後に、黒田さんが大金を受け取った理由に関する説を紹介するわ。何がどうなったら大金のやり取りに発展するのか、気になるぜ。話す前に、ソース不明のネット情報ってことを前置きしておくわね。当てにはならないってことだな。それでも聞きたいぜ。実は、黒田さんが風俗の仕事をしていたという説が上がっているのよ。黒田さんはいろいろな仕事をしてたって話だったな。その中に風俗業が含まれてたかもしれないのか？あくまでネットの情報だけどね。それだと、くるみが大金を渡した理由もわかるような気がするぜ。だが、さっき霊夢は不倫関係にあった可能性も指摘していたな。風俗嬢と客として出会った可能性もあれば、別の形から不倫関係に発展した可能性もあるわ。これらの説から、ネットでは黒田さんがお金を騙し取っていた可能性まで語られたのよ。くるみは黒田さんを独占するために大金を出し、黒田さんが約束を破った可能性もあるんだな。だが、ネットで何が語られようが、くるみが悪いことに変わりはないぜ。しかもガセだったら黒田さんがあまりに気の毒だ。その通りだし、ネットの噂は鵜呑みにできないわ。ただ、検察が発言している以上、大金のやり取りが真実である可能性は高いのよ。今となっては、くるみしか真実を知らないわけだな。もやもやするぜ。12個目、大分県ストーカー4歳女児殺害事件。この事件は2005年10月19日に大分県豊後大野市で起きたわ。当時31歳の男、小野治がスナックで働いていた元交際相手の Y さんの自宅に忍び込んだの。そして Y さんと元夫の長女である A ちゃんの胸やお腹を包丁で刺して殺害したのよ。Y さんの頭や腕も切って全治6ヶ月の重傷を負わせたわ。ストーカーされていた被害者だけではなく、その娘にまで被害が及んだのか。小野も自分の左胸を刺して病院に搬送されたけど命に別状はなく、傷の回復を待って逮捕されたのよ。一体どうしたらこんなことが起きるんだ？順を追って説明していくわね。まず、犯人の小野について話していくわね。小野は色白で身長は165センチくらいと、小柄な男性だったわ。愛車はセルシオで、被害者の Y さんには大阪の叔父が会長を務める IT 企業で社長をしている。と嘘をついていたの。嘘ってことは、違う仕事をしていたのか？実は無職だったのよ。小野の話はほとんど嘘で、地元の豊後大野市で定職に就くことはなかったわ。昼間はパチンコや、夜はスナックに入り浸る生活を送っていたの。Y さんは小野の嘘に騙されて2004年の10月頃からお付き合いを始めたわ。お見合いや共通の知り合いがいない限り、嘘を見抜くのはなかなか難しいよな。ただ、スナックの関係者は最初はいい客だったんですが、だんだん店の払いが悪くなり、結局3、4万円の付けが今も残っています、と語っているのよ。なるほど。経営側には小野の懐事情は筒抜けだったのか。関係者は続けて、無職だから自分で契約できなかったんだと思いますが、携帯電話も Y さんの名義で契約していましたと話したわ。携帯すら契約できなかったのか？無職には厳しいわよ。携帯会社は支払い滞納すると契約が厳しくなるのもあるわね。関係者は、そんな状況に愛想を尽かしたんでしょう。2005年の夏に Y さんからは、小野と別れたと聞いていましたと話しているわね。無職でパチンコにスナック三昧じゃ振られて当然だぜ。でも、小野は別れてからも Y さんにつきまとったの。しつこく電話をかけてきたり、尾行したりするようになったわ。それがあまりにしつこくて、Y さんはスナックのママにこのことを相談しているわね。相談してなんとかなったのか？スナックのママは小野に、ストーカー行為をやめろと注意したのだけど、小野は素直に、もう店にも電話はしません。すみませんと謝罪したのよ。
第三者の介入は大事なんだな。だけど小野は、この後もママの忠告を無視してストーカー行為を続けたの。謝罪は形だけだったということになるわ。でも、ママのことは警戒していたようね。Y さんの携帯にかけた時にママが出ると、すぐに電話を切っていたわ。最悪だな。ちっとも反省していないじゃないか。このままでは取り返しがつかなくなると思った Y さん家族は警察に相談したのよ。ストーカーに対して警察が動いてくれる印象がないぜ。その通りね。9月7日と10月5日の計2回相談をしてたんだけど、警察は特に対策をしなかったわ。何らかの事件が起きてからじゃないと警察は動かないと聞いたが、本当なんだな。残念ながらそうなるわね。Y さんの母親は事件後の取材に対して、Y とお姉ちゃんが行った時に、相手の警察官から、Y さんが住む地域には他にもストーカーが多いけん、あんた方だけじゃない。つまり Y のことまで手が回らんみたいなことを言われたんです。実際、Y は助けてほしいと言っとるのに、何にもやってくれんかったと憤りを見せていたわ。相談に来るくらい困ってるんだから、せめて巡回くらいはしてほしいぜ。警察署に相談しに行くなんて、すでによほどの事態が起きてたんじゃないか？小野は Y さん宅で包丁を振り回したことがあったのよ。Y さんたちはそのことも警察に伝えたわ。でも相手は、それは時間が経ちすぎとる。その時に言わんと、現行犯じゃないと逮捕できんから。と返したそうなの。Y さんと家族に現在進行形で危険が迫っているのに、そんな対応をしたのか？そうなのよ。Y さんの家には祖父母と両親、Y さんとその長女が同居していたんだけど、全員が小野の襲撃に怯えていたわ。小野が包丁を振り回して、怪我人はいなかったのか？幸いにも出なかったわ。Y さんは悩んだ末に、翌日の10月6日にもう一度警察署に電話をかけて、すぐに逮捕できないなら子供に危害があるといけないので、警察は小野に会わないようにしてほしいとお願いしたの。実際に包丁を持ち出しているし、いつ子供に襲いかかるかわかったもんじゃないぜ。Y さんの心境を想像すると胸が詰まるな。これと同時期にスナックの経営者は小野を自宅に呼んで、ストーカー行為をやめるように注意したわ。小野はママの時と同じく、スナックの経営者にも二度とストーカー行為をしないと約束したのよ。だが、前例を見るに約束を守ってくれるようなやつじゃないよな。小野は事件の数日前に Y さんに対して、言うことを聞かないならお前も娘も殺害して俺もあの世に行くと脅してきたのよ。止まるどころかヒートアップしているじゃないか。この予告に怯えた Y さんは、10月8日にも警察署へ助けを求める電話をかけていたの。この件についても母親の証言があったわ。Y さんは自分で、ストーカー行為でそちらに相談しているわいですけど。と名乗って、怖いから今すぐそっちに行ってもいいか尋ねたわ。さすがにそろそろ対応してくれないのか？残念なことに、電話に出た相手に今日は担当者がおらんから、来週ならおるから。と言われて終わってしまったわ。市民の味方をしてくれるはずの警察官にこんなことを言われたら、どうしたらいいかわからなくなるぜ。結局、所轄署は事件が発生するまで小野に接触することはなかったのよ。この50日の間に小野が Y さんに送信したメールや電話の回数は3900回にも及んだわ。3900回？誰がどう見ても異常だぜ。この対応についてマスコミが大分県警本部生活安全企画課にコメントを求めると、まだ捜査中で事実確認が全部終わっていない。捜査に影響があるため、現時点ではコメントできない。としか返ってこなかったの。警察は謝罪すらしなかったのか。今回は警察の怠慢で事件が起きたと言っても過言じゃないわね。そして冒頭でも言った通り、2005年10月19日午前8時30分頃、ついに事件が起きてしまったの。小野は Y さんの留守を狙って Y さんの自宅に侵入すると、2階の押し入れに隠れて Y さんを待ち構えたわ。ちなみにこの時、押し入れの中でビールなどのお酒を何本も飲んでいたみたいね。人の自宅に無断侵入して酒を飲むなんて信じられないぜ。小野が押し入れに隠れて3時間以上が経った午前11時50分頃、出かけていた Y さんたちが帰宅してしまったわ。Y さん以外の家族も出かけていたのか？ええ。Y さんの姉と、姉の娘も一緒に帰宅したの。そして当時4歳だった Y さんの長女と姉の娘が2人で小野が松2階に上がっていってしまったわ。嫌な予感しかしないぜ。その直後、2階からギャーという大きな悲鳴が聞こえてきたわ。待ち構えていた小野が、Y さんの長女に刃物を振りかざしたの。長女の悲鳴を聞いた Y さんは驚きながら急いで階段に向かったわ。それで、どうなってしまったんだ？Y さんの向かった先では、小野が刃物を持って待ち構えていたの。そして、Y さんめがけて襲いかかってきたわ。私なら震えて動けないぜ。Y さんは必死に外に逃げて、隣の家に保護されたわ。でも小野は追いかけてきて、ガラスを割って Y さんを引きずり出したの。倒れた Y さんに馬乗りになって、小野は刃物を振り下ろしたわ。恐ろしくなるほどの執念だぜ。この状況で Y さんはザクザクと自分の頭に包丁の刃が刺さる音を聞きながら、
ああ、これが警察の言い寄った、なんかあったら110番しなさいとはこういう時のことなんだろうな。と漠然と思ったそうよ。今までの警察の対応を見る限り、事件が発展しないと動く気がなかったんだろうな。それで、Y さんはどうなってしまったんだ。駆けつけた祖母が力ずくで斧を引き剥がしたわ。その隙に Y さんは近くの家に逃げ込んだのよ。でも、斧はそれでも諦めなかったわ。斧はもう一度、Y さんの自宅に戻って2階に向かったの。まさかとは思うが、子供を狙ったのか？斧の向かった2階には、Y さんの姉と姉の子供が隠れていたわ。手と顔を血まみれにして包丁を持っていた斧は、その二人に、俺の気持ちがわかるか。と叫んで、自分の胸を刺したのよ。姉とその子供じゃなくて、自分めがけて刺したのか？ええ、斧は Y さんの長女が倒れていた部屋で命を絶とうとしたの。その頃になって、通報を受けた警察官がようやく現場に駆けつけたわ。Y さんと Y さんの長女、斧が病院に運び込まれたのよ。そうか、Y さんの長女は最初の時点で刺されてしまったのか。ええ、Y さんの長女は死亡が確認されたわ。Y さんも頭や腕を包丁で刺されて全治6ヶ月の重傷を負わされたのよ。犯人の斧も入院したけど命に別状はなく、回復するのを待って逮捕されたわ。4歳の子が殺害されるなんて言葉が出てこないぜ。被害者の Y さんの長女はハキハキ挨拶できる明るく元気な子で、将来の夢は看護師になることだったわ。翌年の春には保育園に入園することも決まっていて、それを楽しみにしていたみたいね。斧は取り調べに対して二人を刺したことは認めているけど、裁判ではありえない主張をしたのよ。どんな主張をしたんだ？初公判で刺した記憶はないなどと基礎事実を否認したの。おいおい、さすがに寝言としか思えないぜ。それだけじゃなく、手にかける意思はなかった、刃物で刺したのではなく刃物が刺さった。あとはよく覚えていないと述べているわ。罪を認めたとしても許せないが、この後に及んで言い逃れまでするのか。さらに弁護側は、斧はうつ病と飲酒で心神喪失状態だった。供述調書は警察に誘導されたものだ。と無罪を主張したの。検察側は何と述べたんだ？検察は、病気で歪んだ独占欲から冷酷で残忍な行為だ。被告の責任は逃れられない。と無期懲役を求刑したわ。検察の言う通りだと思うが、それでも無期懲役なんだな。意見陳述に出廷した遺族は、現場を目撃していた Y さんの長男や姉の娘に精神的な影響が出ていると訴えたの。当然だ。大人でもトラウマになるんだから、小さい子供ならなおさらだぜ。事件以来、子供たちは刃物を見るとばあば、怖いよと助けを求めたり、夜中に突然泣き出すこともあるそうよ。斧は謝罪もしなかったのか？最後まで謝罪することはなかったわ。最終意見陳述では、正直に話しても検事は聞く耳を持たなかった。なんだったら極刑でも無期でも構わない。と言い放ったわ。最後まで反省する素振りすら見せないなんて、絶対に許せないぜ。裁判長は判決後半で、元交際相手との復縁が困難と分かった後に犯行を計画するなど、身勝手かつ自己中心的な動機だ。都合の悪い部分のみを記憶していないというなど、病的酩酊状態だったとは言い難い。当時の行動から責任能力も認められる。理不尽な弁解に終始しており反省の態度も見られない。と述べて、求刑通り無期懲役を言い渡したのよ。斧は控訴せず、そのまま刑が確定したわ。こんな身勝手で残忍な犯行でも無期懲役なのか。有期刑じゃなかっただけまだ良かったと思うしかないぜ。というか、ストーカーに対してさすがに甘すぎじゃないか？ええ、今までのストーカー規制法じゃ守れなかった命がいくつもあるわ。これは長いこと問題視されていたのよ。そしてついに、2021年にストーカー法改定が行われたの。どんな内容なのか気になるぜ。2021年6月15日からは、住居や学校、勤務先といった被害者がよくいる場所付近を見張ったりうろついたり、押しかけるという行為が規制されたわ。逆に、これまでは法的には問題なかったのか？さらに電話やメール、SNS のメッセージを拒まれたのに連続して連絡を送る行為も規制されたの。なんというか、やっとここまで来たんだな。さらに2021年8月26日からは GPS などを用いた位置情報の無承諾取得が規制されたわ。確かに、GPS は便利だが、ストーカーは絶対悪用するぜ。同時に、禁止命令等に関わる書類の送達に関する規定が整備されたわ。私の感覚で言うと、今更それかって感じの内容だぜ。元々のストーカー規制法って、あまり機能してなかったんじゃないか？元のストーカー規制法は2000年に成立した法律よ。当時はまだ E メールも連絡手段としてはマイナーだったわ。だから、規制法の条文の中の付きまとい行為に E メールの送信は入っていなかったの。2000年だと、まだ固定電話が主力だった記憶があるぜ。しかし、そんな古い法律でずっとやってきて大丈夫だったのか？2012年の神奈川県逗子市ストーカー殺人事件がきっかけで、ようやく E メールの大量送信が法規制の対象になったのよ。
どんな事件なんだ？被害者の女性が元交際相手にストーカーをされて刺殺されるという事件だったわ。犯人の男は刺し殺すなどの内容のメールを1日に80通から100通も送りつけていて、最初は脅迫罪で逮捕されたの。いきなり常軌を逸しているぜ。だが、逮捕されたなら解決じゃないのか？男は執行猶予がついて自由の身になったのよ。その後も反省せず、殺害するまで2000通以上の嫌がらせメールを女性に送信していたのよ。斧と同じで、懲りるどころかエスカレートしているぜ。女性は警察にも相談していたけど、まだEメールの連続した送信は規制の対象外で、警察も動けなかったの。そのせいで悲劇が起きてしまったわ。それがきっかけになって、Eメールも規制対象になったのか。その通りで、翌年の2013年7月にストーカー規制法が改正されて、Eメールの連続した送信も付きまとい行為に追加されたわ。斧の事件もそうだが、事件が起きてから法改正がされるって流れも嫌なもんだな。技術の進歩に合わせるのは難しいだろうが、もう少し柔軟に対応してほしいぜ。というか、斧がやっていたメールや電話も付きまとい行為じゃないか。その通りで、やっぱり今回の事件は警察の落ち度によるものも大きいのよ。法整備されても実際に人が動いてくれないなんて、怖すぎるぜ。さらに年々小型化する盗聴器やカメラのせいで、盗撮の手口も巧妙化しているし、本当に先が不安な話なのよ。被害に遭うのは子供や女性だけではなく、男性も含まれるからみんな注意してほしいわ。13個目、福岡商業施設女性刺殺事件。2020年、また未成年による殺人事件が起きてしまったわ。当時15歳だった犯人は、事件を起こす直前まで少年院に入れられていたんだけど、退院してからたったの2日で事件を起こしてしまったのよ。たった2日で？何のために少年院に入っていたんだよ。それで、どんな事件を起こしたんだ？ショッピングモールで無差別に人を殺害したのよ。15歳が無差別殺人か。これは世間にかなり衝撃を与えただろうな。その通りよ。さらにこの事件で注目を浴びたのは、犯人の生い立ちよ。生い立ち？ええ。かなりひどい環境の中で犯人は生活していたのよね。まずは犯人の生い立ちから解説していくわ。犯人である少年 A は、鹿児島県薩摩半島の南にある小さな集落で、3人兄弟の末っ子として生まれたわ。3歳の時からすでに注意力と落ち着きのなさ、さらに暴力的な部分を医者から指摘されていて、保育所でも他の子に噛みついたり、職員の骨を折るなどの問題行動をたびたび起こしていたのよ。かなり凶暴な子供だったんだな。でもこの凶暴性は、A の家庭環境が大きく関わっていると言われているの。A には姉と兄がいるんだけど、母親は姉にばかり構え、兄と A には無関心。ネグレクト状態よ。父親は父親で、兄に対して日常的に殴る蹴るなどの暴力を振るっていたわ。ここだけですでに最悪なんだが、父親は A に対して暴力はなかったのか？A？父の暴力が A に向くことはなかったけど、A は兄から暴力を受けていたのよ。最悪な連鎖が起きてるじゃないか。A は兄から日常的に殴る蹴る、エアガンで撃たれるなどの暴行をされていたみたい。ひどすぎる環境だな。さらに母親は性的な虐待を息子二人にしていたわ。わざと見える場所で両親が行為を始め、それを息子たちに目撃させたりなどしていたのよ。そんな中で育ったせいか、兄もどんどんエスカレートしてしまい、A に無理やり性器を舐めさせることもしていたわ。たった8歳ほどの A にね、聞いているだけで具合が悪くなるぜ。そんな環境の中で育った A の人格は、どんどん歪んでいってしまったわ。2012年に小学校へ入学するんだけど、A の暴力性は治っておらず、他の児童の首を絞めたり、教師に殺すぞなどの暴言を吐くなど、問題行動を毎日起こしていたわ。さらに目の前で G 行為をするなんてこともあったみたいね。家庭環境が大きく関係しているとはいえ、ここまで影響を及ぼしていたんだな。そんな中、2014年に父親の不倫がきっかけで両親が別居、A は母親と一緒に暮らすことになったんだけど、この出来事が原因で、A の暴力性はさらに悪化してしまったわ。そしてこれを機に、母親は A を病院に連れて行くんだけど、そこで A は ADHD と診断されたのよ。不注意、多動性、衝動性という3つの特徴がある発達障害だな。そんな A に対して、母親は態度を変えたわ。まるで腫れ物を扱うかのように A に接したのよ。それは A もかなり傷ついただろうな。ええ、後で説明するけど、今回の事件が起きた要因に、母親の存在はかなり関わっていると思うわ。そして母親は、A に対して手に負えないと判断し、彼を精神科へ入院させたわ。そこで改善が見られたのか？いいえ、どこに行っても児童に暴力を振るったり、職員の骨を折るなどの問題行動ばかりよ。A はその後、児童心理治療施設や自立支援施設などを転々としていたわ。今までに受けたものが大きすぎたのか。
さらに2017年には両親の離婚が成立するんだけど、A の生活は変わらず、施設を転々とするたびに問題を起こしての繰り返しだったわ。2018年には国立の治療施設に入所したんだけど、暴力行為以外に、無断外泊や消火器で強化ガラスを割ろうとする事件を起こし、A の鑑別所入りが決定。そして2019年、14歳だった A は少年院に入ることが決まったわ。どのくらい A は少年院にいたんだ？約10ヶ月くらいね。中学3年生の夏休みには退院が決定したわ。その後は母親が身元を引き取るという約束になっていたんだけど。だけどなんだ？ A が退院する直前に母親が引き取りを拒否したのよ。なんでだよ。金銭的理由だったみたいだけど、それが本当かはわからないわ。本当でも嘘でも、A は裏切られた気持ちになっただろうな。A？ さすがに A も深い傷を負ったと思うわ。でも引き取りが拒否されたら、A はどうなるんだ？少年院を仮退院した A は、福岡県田川市内にある更生施設に入所することになったんだけど、なんと A は入所翌日に脱走したのよ。この脱走が、今回の事件につながってしまうことになったわ。2020年8月27日、更生施設から脱走した A は、その後コンビニにいた若い男性に、止めてくれと頼み込んだのよ。その男性と A は初対面だよな。A？ 名前も顔も知らない男性に A は必死に何度も頼んだんだけど、その男性も断り続けたわ。そりゃそうだぜ。どれだけ困ってる人でも、知らない人を A にあげるのはリスクがあるぜ。でもあまりにも引き下がらない A に男性は3000円を渡したのよ。止めることはできないからその代わりにってことだな。その3000円で A は何を買ったんだ？避妊用具よ。は？なんでだよ。普通、食べ物とか買うんじゃないのか？この時、A は性的欲求を抱いており、どこかで女性を強姦しようと恐ろしいことを考えていたのよ。自分の欲求を満たすことを優先したってことになるわ。狂ってるな。捕まることが怖くなかったのか？ A はこれまで長い間施設で暮らしていたから、拘束されることに抵抗がなくなっていたんだと思うわ。そして事件当日の8月28日、A は強姦する相手を物色するために、福岡市天神行きのバスに乗ったわ。怖すぎるだろ。朝の7時頃に福岡市天神に到着した A は、強姦する相手を探すのと同時に、凶器を手に入れることにしたのよ。でも A はお金を持っていなかったため、近くのスーパーで包丁2本セットを万引き。ここで万引きが失敗していたら、状況が変わっていたかもしれないのにな。本当にね。その後も、A は外をブラブラ歩いていたんだけど、そこにスタイルの良い女性が通りがかったのよ。その女性を見て A は性行為がしたいと思い、後をつけていったわ。その女性が今回の被害者か？いいえ、被害者はまた別の女性よ。っていうか、A はどんだけ欲に思考が侵されてるんだよ。自分のことしか考えていないわよね。そして女性の後をつけた A は、今回の事件現場となった、ショッピングモールに入っていったのよ。現場となったのはマークイズ福岡ももちというショッピングモール。そこで A はこの事件の被害者となってしまった吉松美里さん当時21歳が、友達と歩いているところに目をつけ、この二人の尾行を始めたのよ。そして午後7時、女子トイレに入る吉松さんたちの後を追うように、A も女子トイレに侵入。本当に躊躇ってものがないんだな。A が女子トイレに入ると、鏡の前に吉松さんが立っており彼女の友人は個室にいたわ。吉松さんはすぐに A の存在に気づいたわ。そんな彼女に A は包丁を突きつけたのよ。それでも吉松さんは、彼を落ち着かせようと説得を始めたのよ。自分だってかなりの恐怖を感じていただろうに。吉松さんは必死に自首をするようにと A に勧めたんだけど、それに A は逆上してしまったわ。なんでだよ。必死に説得する吉松さんに対して、A は、見下された、馬鹿にされたと感じたみたいね。そして怒りが抑えられなかった A は、持っていた包丁で吉松さんに襲いかかり、彼女の左胸や首を合計十数回刺したのよ。今まで見られてきた暴力性や衝動性が何一つ治ってないことがわかるな。ひどすぎるぜ。そして A は女子トイレを出て一回おうろつき始めたわ。まだ何かするつもりなのか？次に A の目についてしまったのは、たった6歳の女児。A は女児を盾にして逃げようと考え、女児に馬乗りになり持っていた包丁を突きつけたのよ。人の心ってものがないのか。でも運よく非番の消防士がこの施設を訪れていて、A の犯行に気づき飛びかかったわ。そこに駆けつけた警備員も加わり、A は取り押さえられたの。吉松さんは？午後7時半頃に女子トイレで倒れている吉松さんが発見され、すぐに病院に搬送されたんだけど、あまりにも出血量が多すぎたせいで、搬送先の病院で死亡が確認されたわ。通報を受けて現場に駆けつけた警察官によって、A は銃刀法違反容疑で現行犯逮捕。さらにそれから12日後の9月9日には、殺人容疑で再逮捕され、
取り調べで A は殺すつもりで刺したと容疑を認めているわ。命を奪う行為がどれだけ悪いことかなんて、15歳ならもうわかっているだろ。殺人容疑で送検された A は、その後3ヶ月の鑑定留置を受けたんだけど、そこで刑事責任能力を問えると判断されたわ。そして A は、裁判にかけられることになったのよ。犯行当時16歳未満だった少年によるこの事件に、世間はかなり注目していたわ。16歳未満の少年を提訴したことも異例だっただろうな。それじゃあ、裁判についても詳しく解説していくわね。A はこれまで犯行動機について性的目的と答えていたんだけど、後半ではその供述を一変させたわ。なんて主張したんだ？自暴自棄だったため性的目的と答えたと主張したのよ。なんだそれ、罪から逃げようとしているだろ。ええ、最終的にそれが認められることはないんだけどね。順を追って解説していくわ。検察側は少年は性的な行為をしようと被害者の後をつけて殺害したと主張し、さらに、A がこれまで暴力行為などを繰り返してきたことを指摘。刑事罰を求めたわ。一方検察側は、刑事罰ではなく少年院での更生を求めたのよ。幼少期の A の家庭環境について触れながら入所した施設でも適切な治療や、支援を受けてこなかった。このまま社会に復帰すれば一層孤立し、再び同じことが繰り返されると主張したのよ。再び同じことが繰り返されるって、これまでに更生するチャンスがあったのにもかかわらず、こうなったんだろ。翌日には第2回公判が開かれ、A はそこで様々な質問を投げかけられたわ。弁護側に家庭環境を質問されると親とうまくいかなかった。兄弟ともうまくいかなかった。喧嘩でよく兄に首を絞められた。など、悲惨な家庭環境を明かしたわ。家庭環境がひどいものだったのはわかるが、それとこれとは別なんだぜ。そして包丁を万引きしたことについては、空腹だったので自殺をしようとしたと主張。そして被害者に包丁を向けたことについて、A は自分の悪い癖で、何も言わないでも自分が困っている状況をわかってくれるだろうと思い、自分勝手な行動に出たと説明しているわ。被害者ぶるな、被害者はお前じゃなくて、吉松さんだぜ。同情を誘っているように見えるわよね。でも A は事件を起こす前、コンビニで出会った男性からもらった3000円で、真っ先に避妊用具を購入していることからも、性的欲求を満たそうとしていたのは明らかよ。自殺するために包丁を万引きしたっていうのも、納得できないよな。だって自殺するなら、女性の後を追うこともしないはずだぜ。A の言っていることは矛盾ばかりだ。マリサの言う通りよ。そして驚きなのは、弁護側から投げかけられた被害者に謝罪の言葉はあるか？という質問に答えた A の発言よ。A は被害者に対して謝罪の言葉を述べたんだけど、遺族に対しては、自分が生活を壊してしまったと思いますとしか答えなかったわ。は？弁護側からごめんなさいの言葉はある？と聞かれても、特にないですなんて言ったのよ。おいおい、更生を期待するのは難しいと感じてしまうぜ。結局 A が遺族に謝罪の言葉を述べることはなかったわ。口だけ謝っておけばいいってことではないけど、特にないですと答えられるその罪悪感のなさに驚きよね。他人事すぎるぜ。被害者側の弁護人も、A に対して事件に向き合っているとは思えないと説諭したけど、A にはきっと1ミリも届いていないんでしょうね。さらに更生するつもりはあるか？と A に聞くと、A はクズはクズのまま変われないと思う。できないと思うと、悪びれる様子もなく答えたのよ。自分ですら更生できないってわかってるんだな。A の異常性はこれだけじゃないわ。裁判長からはあなたの大切な人が殺されたらどうする？という質問を投げかけられるとすぐに仕返しに行くと答えたわ。じゃあ自分が遺族に対して何を思うべきなのか、わかるよな？言うべきことあるよな？裁判長も同じことを聞いたわ。自分が遺族の立場だったら仕返しに行くと答えた A に、何か言わないといけないんじゃないか？と聞くと、A は、それとこれとは別なので、何も思わないと述べたのよ。共感性が乏しいっていうかなんていうか、普通じゃないぜ。A は驚くほど他人の感情を理解する力を持っていなかったのよ。これまで A は遺族に対して2回謝罪文を書いていたんだけど、それについて聞かれると、本心ではなかったと遺族の前で語ったのよ。遺族の気持ちを考えると、胸が張り裂けそうだぜ。そして2021年7月25日、A には懲役10年から15年の不定期判決が言い渡されたわ。福岡地裁は A の犯行について、通り魔的で残虐な行為だと指摘したわ。でも更生も全く不可能ではないと、求刑通りの判決を下したのよ。長くても15年。出てくる頃には30歳前後ってことか？名前を隠して社会に放たれる時が来るなんて、怖すぎるぜ。本当、腹が立ってくるわよね。それじゃあ、この事件をまとめていくわ。2020年に当時15歳が起こした無差別殺人事件。
幼少期を過ごした環境があまりにもひどく、その結果、人格が歪んでしまった。少年が、全く落ち度のない21歳の女性の命を奪ってしまったわ。今回の事件、母親の存在がかなり大きいと思うのよね。そうだな。小さい頃からネグレクトのような扱いを受け、さらに最終的に犯人は、母親に見捨てられたっていう感情を持ち、それが原因で犯行に走った感じがするぜ。被害者が自分を必死に説得する姿を見た犯人は、自分を拒絶していた母親の姿と重なったとも語っているわ。そうなのか。確かに家庭環境には同情するが、だからって人を殺していいわけじゃないぜ。しかも裁判で犯人が反省する態度を見せることはなかったし、判決も10年から15年という短いものだったな。本人に更生する気がないのに、どうして何度も更生するチャンスを与えようとするんだ？加害者ばかり守られて、命を奪われた被害者の人生は？と思わざるを得ないぜ。遺族の気持ちを思うと涙が出てきそうなくらい、ひどいものだわ。更生できないじゃないわ。するのよ、それが罪を犯した者がするべきことよ。早くても10年後には出所か。自分の大切な人を守るためにも、語り継いでいくべき事件だと思うぜ。以上で今回の動画の解説は終わりよ。その人の性格っていうのが大きいとは思うが、環境もやっぱり大事だよな。この世には目を背けたくなるような環境で生きている人たちもいることを、逃げずにしっかり一人一人が向き合っていくことが大事かもしれないわね。みんなもこの事件についてどう思ったか、コメントで教えてくれ。というわけで、今回は福岡県商業施設事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。